今度は音聞こえる？どうみんな、音聞こえる？なんかね、ミュートになってたのは俺の設定じゃなくて、ふわっちの設定です。僕じゃないです。はい、新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、アキラ XD さん、アキラ XD さん、ありがとうございます。聞こえる？よかった。イブいらっしゃい、ワド2、パーコいらっしゃい、あやか、こんばんは。ハートプレゼントありがとうよ。本日一発目のアイテムありがとう。いやー、雪だったよ。雪すごかったよ。みんなのところも降った？東京は雪だよ、朝から。すごかったよ。はい、ゆなさん、バーガープレゼントありがとう。バーガーありがとう。バーガーありがとう。はい、バーガー5個ありがとう。ありがとうね。バーガーありがとうございます。すごいね、バーガーラッシュだね。はい、バーガーありがとう。はい、バーガーありがとう。おー、バーガーが止まんないね。はい、ハンバーガーありがとう。何個だ？ 1 個、2個。3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個、10個、バーガー10個ありがとう。すごい寒かった。いや、もう本当にね、生まれて初めてじゃないかな。桜さんいらっしゃい、ワドツー。生まれて初めてだね。こんなに雪降ったの。こんな早い時期に。クリスマスイブとかでも雪降ると珍しいんだよ、東京では。ホワイトクリスマスって言ってさ、5年に1回ぐらいかな。相当珍しいよ。びっくりしたもん。朝起きて雪降ってるよって、ノンタンに言われて。びっくりした。ガンブリだったよね。レクチーいらっしゃい。ガンブリ、ガンブリ。まあ、帰る頃には止んでたけどね。まあ、これは積もらないなとは思ったけど。でも積もってはない。ずーっと降ってただけで、溶けちゃった。確かね、マイナスにならないと、凍らないから積もらないんだよね、雪は。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、ゆなさん、フォローありがとう。雪だるまね、やりたいんだけどね。でもまあ、そんな年じゃないからね。皆さんのおかげで、現在、今月の、僕のふわっちでの収入が、13万円を超えました。あと今月、月末、残り6日でね、稼ごうと思ってるんで、応援してくれる人は、アイテムをよろしくお願いします。よろしく。15万円稼げたら旅に出ようと思ってるんで。初見です。フォローさせていただきました。よろしくお願いします。はい、ゆなさん、よろしくお願いします。ありがとうございます。すごいね。これもふわっちのパワーだね。ふわっちは伸びますよ、これから。はい、レクチー、バーガーありがとう。2万じゃないね。1万5千円ぐらいかな。今日、香川プロの配信で、のんたんのこと話してた。へぇー。あ、そうなんだ。どんな話してたの、黒さん。うん。のんたんはもう、香川さん、ずっと応援してるから、昔からのリスナーさんだから。うん。なんて言ってたの？気になるね、内容。うん。なんか、ガシャンって言わなかった、今。のんたんはもう昔から香川さん応援してるから。まあ、のんたん言ってたもん。私が伸びるって言った配信者は絶対伸びる。私は大手配信者になるやつを見抜けるって言ってたね。だから和道さん大丈夫だよって。私が応援してるから大丈夫って言ってくれた。そういうのなんかいいよね。験担ぎになるよね。験担ぎに。昨日のんちゃんの動画見たよ。ビル屋上のやつ、警察来た時反応可愛くて笑う。あれ笑うじゃん。来ちゃダメ、来ちゃダメ。和道さんの彼女らしいなって言ってた。メンタル的に弱いと僕は思ってるから幸せになってね、的なこと言ってた。はい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 。ねえ、嬉しいね。うん。香川さん優しいからね、配信でもさ、過疎ってた、過疎の時、よくしてもらいましたよ。香川さんに。香川さんめっちゃ優しい。うん。
こう、大手だからって威張らないのがいいよね。全然威張らなかったよ。大手で威張るやついっぱいいるんだよ。おー、セレンいらっしゃい。久しぶり。ヨーヨー。いらっしゃい。楽しんでて。革靴もうダメだな。9年履いてる革靴あるけど、もうさすがにメンテ出さないとまずいわ。もうダメ。痛い。もう、会社を作った時に、いい靴履かないとと思って、まあ、いい靴って言っても2万円ぐらいなんだけど、もう、革のかかとはさ、3回か4回直して、3回かな ?3 回変えてるんだけど、もうね、革の至るところがボロボロになってきたね。これ9年履いてるんですよ。まだ水で、もう、スポンジで、洗剤でビッカビカに油落としてるから、まだ汚いけど、磨いてないけど、これが革の素の状態ね。おお、え、クワッドに送ってないけど、クワッド誰？え、クワッド前の小手半何？え、誰だ？届いた？いや、俺送ってる人をメモ取ってるから、クワッドに送ってないはずなんだけど、クワッド誰お前、うん。大手って威張ったり変わったりする人多いな。香川さん違うね。全然違う。変わらない。ブレてない。でもさ、いいよね。2万で買った靴がさ、9年間履いてるって良くない？物持ち良くない？うん。配信外でいい人だよ、全然。物持ちいいよな。こいつは頑張ったよ。ねえ、六本木ヒルズから、奈良のね、留置所まで付き合ってくれた靴だから。これは捨てないかな。さあ、誰かな。ちょっと待ってね。え、言っていいの？言っていいの？俺人数少ないから、わかるよ。当てていいの？ 2、3 人しか、心当たりがないから、誰だろう。誰だ？あ、2人だな。2択だな。2択か、大穴があるね。大穴が一人いる。ああ、わかったわ、大体、なるほどね。大体、見当はついた。ああ、よかったっす、届いて。嬉しいっすね。いや、本格靴はね、ちゃんと、持つんですよ。本格靴はちゃんと持つの。ちゃんと木のね、こういう、シューツリーっていうのを入れて。だいぶね。ただ、こっから磨き上げるか、メンテナンスするか迷ってんだよ。これ、ぶっちゃけ2万3000円の靴なんだけど、オーバーホールって言って、オーバーホールってわかるかな？その全部取り替えるの。ここを剥がして、靴底を全部取っ替えるのをオーバーホールって言うんだけど、それをすると、まあ、2万ぐらいかかるんだよ。ぶっちゃけ新しい靴買った方がいいんだけど、この靴はさ、本当に、思い出がギュッと詰まってんだよね。いろんなところこいつで歩いてきたから。取っといた方がいいのかなとも思ったり。そう。金がなくてさ、吉野家で牛丼食べてた時も、もうこの一足だよね。ほんと一足で頑張ってて、ずっと。そう。ずっとこいつと一緒にやってきたんだよね。医療保険効くんじゃないの？効くらしいよ。知らんけど。オーバーホールで飾るよね。勝負靴だからな、俺の。ねえ、ちょっと割高になってもね、やっぱ部屋に飾っておきたいよね。いや、よく頑張ったよ、本当に。磨いたらね、ちゃんと良くなるけど、ただここに穴が開いてんだよね、もう。でっかい穴が開いちゃってて。まあ、これはしょうがないな。ジュピターいらっしゃい。自分の歴史だね、本当に。でもさ、これさ、別にさ、綺麗にピッカピカに磨き上げて、こういうところに飾っておいてもおしゃれだよね。こういう感じで。ちょっとライトアップしてないからあれだけど、別に革靴をさ、こう本棚とかに飾っておいて、綺麗にしてれば、かっこいいと思うんだよね、こうやって。
どう？ちょっとあのディスプレイの仕方があれだけど、こんな感じでさ、こう立てかけて。新竜いらっしゃい。かっこいいよね。おしゃれな部屋にこうやってライトアップして飾っておけば。うん、寒いね。桜子いらっしゃい。全然ありだよね。ただ、今金欠だからオーバーホールするか、これはとりあえず保留で直さないで、革だけメンテして、とりあえず飾っておくか、新しい靴買おうかな。もうさすがに寿命だわ。うん、さすがにね、寿命ですよ。片方だけ飾ってるの。片方だけ飾るの。両方、片方だけ？うん。靴はね、こうやって飾るんですよ。こうやって。こうやって。新宿、雪は積もらなかったっすね。あ、わかった。クワッドさん誰かわかったわ。今の発言でわかった。うん、新宿も雪積もったの回で、もうわかったよ。クワッドさん誰かわかったわ。うん。まず、3人いたの候補が。で、1人は配信者なんだけど、九州の人なのね、この人。だから、もっていう、新宿はって言葉使うのよ。九州雪絶対降んないから。これアウトでしょ。で、もう一人は、北海道の人と千葉の子なの。で、千葉雪積もってないはずだから、北海道の人だ。わかった。北海道は雪降ってるから、積もってるから。わかったわかった、誰か。どうも、いつもお世話になってます。どうも。前の名前良かったのにね。うん、革はね、でもそう代わりメンテナンスしないで2年でボロボロになるね。履き潰しちゃう。ちゃんと愛着持ってないと。バレたなって。名前前に戻さないんすか、うん、名前忘れちゃったけど、イギリスの俳優で思いが詰まった数を崩ってる人いる。その人は片方だけ。おー。片方っていうのはね、良くないかな。靴を片方だけ飾るっていうのはね、ちょっと縁起が悪いですね。靴っていうのは2足揃って1足のものだから、欠けてるのはね、あ、もうベロンベロンだよ。こことかも剥がれてるしさ。ここも、かかとも剥がれちゃってるぐらいだから。でも、そうそうそう、2つで1つだから、靴っていうのは。片方だけね、飾るってね、弦が悪いですね。うん、中野ちゃん、いつもありがとう。中野ちゃん、ありがとうございます。よーし、頑張るぞ、今日も。もう今日で1万5千円稼いじゃおうか。2回。おぉ、3回。4回。あと2万で全国旅だね。5回。ありがとうございます。ピカピカに磨きまくって、俺靴磨くの超うまいよ。もうずーっとこいつ磨いてたから。今やってみようか。ビフォーアフターマジ震えるよ。こんなに変わるのっていうぐらい。新品の靴みたいになるもん、これが。ピッカピカに。表面磨き。ガリガリ？何ガリガリって。うん。夫婦みたい。何が？ゴルゴさんいらっしゃい。もう片方の靴は革でアクセサリー作る。あー、なるほど、なるほど。それだったらいいかもね。ランドセルとかもさ、ミニチュアのランドセルにしてキーホルダーにしたりとか、いいサービスがあるんだよね、結構。ランドセルってあれいい革使ってるんだよ、本当は。あれ一生ものなんだよ。だってさ、冷静に考えてさ、6年間持つってすごいんだよ。6年間バックで持つってすごいでしょ。だからランドセルって本当はね、超いい作りなんだよ。前のスクワット動画見てお腹抱えて笑いました。スクワット企画面白そう。あね、企画じゃなくてもうデフォでやってて。で、応援してくれる人がね、ガン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 花火やって。マックス、前回の放送が2時間で2万6千円稼いだの。だからトータル5万2千円リスナーさん投げてんのよ、お金。5万2千円だよ。やばくない？うん。だから、ふわっちから裏で表彰されたもん。カニが多すぎるから、500円さらにプレゼントしますって。公表してないですけど、こんなにカニを買ってくれてありがとうって、表彰されてプラス500円くれた。すごいよね。だからふわっち面白いんだよ。うん、頑張ってると、ランキングとかには乗らないんだけど、あなたに特別に、頑張ったからって言って表彰してくれるの。裏表彰みたいなのがあるんだよ。すごいよね。
500円もらいました。ふわっつから。それ言っちゃっていいんじゃないの別にいいと思うよ。うん。ただまあ、やっかみが起こるかもね。おい、のんたいいらっしゃい。うん。革靴、革靴の話してた。9年間履いてる革靴でさーっていう。ふわっちそんな優しいサイトだったのか。ふわっちすごいよ。メール対応も超丁寧だよ。DM 送ったけどその日に帰ってくるし、長文で。新アイテムのポイント、そう。新アイテムで裏表彰みたいなの。あなたにだけこのメールは届いてます、みたいな。そう。新アイテムはポイントの利率が良くて、いっぱい送られる人には、その別課金があるみたいな。そういうルールみたいな。あとまあ、なんだ、デイリーランキングとかで500円とか300円とか、ちょいちょいもらってるよ。うん、細かい表彰があって。リスワンは1万だからでかいけどね。今月の11日だっけ ?13 日か。11月13日にリスワン取ったのは1万円もらえたからね。うん。だからそうなんだよ。このね、13万のうちの1万はね、配信者として、その運営からもらった1万なんだよね。うん。ありがたいよね。頑張りがいがあるよね。来月も撮りたいな。全国旅って車で回るの？うん、歩きで回ろうと思ってる。歩きとか、まあ、その場その場で、所持金と相談しながら、何かにこだわらず、企画じゃないから、旅の企画じゃなくて旅人になるのが俺の夢だったから。そうだね。20万超えたり25万あたりになってきた自信がだいぶつくだろうね。いや、俺これで食ってってるからって本気で言えるだろうね。そう。見栄じゃなくて本音で。いや、僕これで食ってるんで金困ってないんでっていうレベルだよね。いや、どうしようかなと思って。うん。靴も。ただまあ、そうなんだよ。だから俺、野球した時も何の時もこれだったから、もう革靴で慣れてるんだよね。革靴疲れないのとか言われるんだけど、実は革靴ってね、全然疲れないんだよ。重たいんだけど。作りが全然違うから。お、アイラだ。バーガープレゼントありがとう。おい、アイラいらっしゃい。アイラバーガープレゼントありがとう。気前いいじゃん。配信者にプレゼントとか。さすが、ふわっちで1ヶ月700万稼いだ男。あれ、本当なの ?700 万稼いだって。あれ、絶対嘘でしょ。700万稼いだってあれ本当なの？違うでしょ？ 350 万でしょ？ありがとうございます。アイラさん、バーガープレゼントありがとう。歩きながらリュックとかも、リュックは持ってかない。革のバッグも買ったから。え、本当なんだ。え、なに？手取りで700万？ポイントの350万じゃないの？手元に残ったの350万でしょ？すげえよな。うい、ブルさんお疲れ様です。なわけ。アイラこういうことするんだ。アイラめっちゃ優しいよ。アイラ優しいっつうか仲いいんだよね。気が合うんだよね。全然、その人間的なジャンルも違うし、配信スタイルも違うし、なんかこう、キャラも違うけど、昔から馬が合うんだよね。さっぱりしてるところがいいんだよね。うん。バーガープレゼントありがとう。はい、バーガーありがとう、アイラ。うん、すごいな。やっぱ、稼いでるやつは違うね。バーガーがすごい。こんなん、おかしなことになるわ、うん。すごいね。ありがとね、アイラ。うん、エコーを始めたんだな。いや、機材買ったんだよ。ステレオミキサーじゃなくて、俺ほら、音響、ほら、ライブハウスで働いてたでしょ？だから音はこだわりたかったんだけど、音全然こだわれてなかったから。はい、ハートありがとう。まあ、ミキサー買ったね。外付けのミキサー買ってやってる。毎月50万。あ、いや、全然違いますよ。現金では50万しか出せないんだけど、アマゾンギフト券とか、いろんなのに課金できるから、結局現金化できるんですよ。うん、現金化することができるんで。だから現金として引き出せるマックスが、月50万。ただ、それよりも多い人っていうのは、振り込み日2回作れるんだって。だから、アイラとかは多分、振り込み日2回の特別設定もらってるはず。ポイントが多すぎる配信者は特別設定やってますって言ってた。だから、頑張ってくださいって。はい、古代さんはどつ？アイラ、あれしょ？特別設定で2回か3回振り込み日あるでしょ？トップの配信者だけあるんだよ、これ。
1ヶ月に全部 OK もらった。あ、そうなんだ。へぇー。あ、だからふわっちはこうやって個別対応やってんだよ。だから350万一気に現金化できてるって。うん。だから、ちゃんとケアしてる。うん。ハートラッシュありがとう。うん。いや、俺も運営にちゃんと問い合わせてるもん。この音楽はフリーミュージックですね。はじめ社長も同じの使ってるんだって。なんでしょうっていう曲だね。なんだっけ。商業利用可能なんですよ。使っていいってやつ。何そのびっくりマーク何黒。どういうこと、よくわかんねえよ、それ。ただね、未だにね、デイリーランキングの仕組みがよくわかんなくて、だから5万ポイント入ってるから、デイリーランキング、まあ、トップ5ぐらいに入るかなと思ったら12位だったから、デイリーランキングの仕組みがよくわかんないんだよね。有効期限と限度額の話、ふわっちは運営対応かなり、あ、全然いいよね。あ、そうなんだ。アイラのワードなんだ。あ、アイラの放送だとそうやってやるんだ。個別対応全然聞いてくれるし、こういう機能を追加してくださいって言ったら、全然聞いてくれる。だから、ふわっちに DM 送った方がいいよ。リスナーさんの意見もすげえ聞いてくれるから。うん。すごいよ。神対応だよ。こんな配信サイトない。本当にテンプレメールとか一切来ないで、URL 一切来ないで、人がちゃんと打ってんの。アイラ、ハートありがとう。いいね。気前がいいね。気前がいい。いやーでも昨日配信やろうと思ってたけどね、のんたんが減らってね、俺も減らってね、結局ね、結局放送やんなかったね。稼ぎ時なんだけど。ふわっちに問い合わせるのはツイッターの DM。そうだね、DM 対応。まあ、確実にもう24時間以内に長文で返ってくるよね。いや、ニコ生とね、ツイキャスはクソだよ、本当に。もうこの二つはマジでクソ。特にニコ生が特にクソ。まあ、ツイキャスも対応最近クソだけど、もう本当に殿様経営だよ。ふわっち見習ってほしい。ふわっちはマジで神対応だから。悪い噂聞いたことないね。ふわっちの運営の対応で。でもまあマジでな、本当にドキドキするよな。生活保護4年も受けてるからさ、もうさ、ぶっちゃけた話、慣れてるっていうか毒されてるわけよ。うん。ニコ生の顔出し主が外部行きすぎてアンチが行き場失ってるよね、和道さん。あー、そうだね。アンチが行き場失ってるし。っていうかね、最近俺が感じるのがツイキャスがニコ生っぽくなってきた、コメントが。なんか、アンチコメントが多くなってきた。だから、ぶっちゃけた話、昔さ、ニコ生のリスナーたちってキャスイケとかさ、なんかキャスを小馬鹿にした感じだったけど、逆にもうキャスの方が、ニコ生民が生主いなくなって行き場失って、アンチコメ打つ奴らが、キャスに行ったって感じだね。どうなんだろうね、サブアカかどうかわかんないけど。だけど、ふわっちは、ブロックすると、もう IP バンだから、FC2 にかなり近いんだよ、システムは。だから、コメントもう二度と見れなくなるから、サブアカ作れないのね、ふわっちは。だから、結局ログアウトして、まっさらなアカウント持ってない状態で閲覧してるから、コメント打てないんだよ。だから、アンチは絶対発生しないっていう。そう。見ることはできるけど、コメント打てないから、みんな、アンチはビビって、アンチコメント打てない。だから、ふわっち荒れないんだよ。うん。だから、俺がハマったの。結局、アンチコメで、ニコ生とかは悪評が立ってたわけじゃん。ブロックしなかったから。だけど、アンチコメントをこうやって抹消して、ゴミみたいなリスナーを消していくと、いいリスナーがガンガン入ってくる。だからもう、閲覧もガンガン来る。コメントもガンガン伸びる。アイテムもガンガンもらえる。ゆきち100人さんいらっしゃい。楽しんでってください。ニコ生はプレアカにしないと追い出されるし、ふわっちは良心的だね。うん。いいよ。だからニコ生は古すぎるよ、もう。何年前の仕組みだよっていう。だいたいね、こんなね、ただでね、芸能人とか見れる時代なのに、有料でね、金払わないとね、見れないなんておかしいよ。
ぶっちゃけ男子投げ銭やった方が儲かると思うよ、ニコ生は。お金持ちはバンバン投げるわけだから、お金持ち相手にした方がいいんだよ。ニコ生の方でコメントしてたらツイキャスすぐバンになった。まあそうだろうね。ふわっちは欠点がない。マジで。唯一あるとしたらサーバーがちょっと弱いっていう。まあベンチャーだから仕方ない。だんだん人が増えてきて、大手配信者が来るようになったから、サーバーが追いつかなくなってきてんの。だから、声が聞こえないとか、ログインできないとか、ゴールデンタイムに発生するんだよ、そういうことが。まあ、それは多分改善すると思うよ。今月の売り上げとか、先月の売り上げとか上がってきてるから。このサイトはね、間違いなくね、ツイキャス並み伸びると思ってる。サメ島さんもそれ言ってた、昨日。俺のニコ生じゃ、ワドを認めざるを、認めざるを得ないって言ってる。いやよ、増えてきたわ。あー。なるほどね。まあまあまあ。いや、俺はね、正直言うと自分の実力っていうよりも運が良かったと思ったね。ふわっちにたまたまハマっただけ。要は、前5000人コンビ3回作ったじゃん。だから、ある程度知名度はあるわけよ。知名度と固定のお客さんはいたわけだけど、俺が半年間、ツイキャスに浮気しちゃったから、結局それが全部離れたわけ。で、結局ついてきてるお客さんっていうのがいなくなっちゃったと。その時にふわっちっていうサイトがガーって伸びてると。そこに和道が入ったと。で、周りに有名なマヌしかいないと。ということは、金梅さんとかうなちゃんとかがやってるから、あ、和道じゃんみたいな。要は、昔の5000人の散らばったリスナーさんを回収することができたの。だから、それがハマったって思ってるよね。だから昔の、昔積み重ねてきたものと、バラバラになったリスナーさんがうまく噛み合って戻ってきてくれたっていう。あと、その勢いで新規リスナーさんが、ああ、ワドいいじゃんみたいに言ってくれてるみたいな。うん。今、ふわっちで企画にも大手にも関わらず、閲覧プラスアイテム来てるのは認めざるを得ないからな。ああ、いや、まあ雑談一本だからね、今ね。うん。まあでも、これを生かすか殺すかは俺次第だと思ってるよ。ここで、次のステップいけるか、それとも何、埋もれていくかは、俺次第だから、もう今しかないなと思ってるね。もうぶっちゃけた話で、アクティブね、ゼロ3日間経験したぐらい数ったから、うん、あ、影響力こんなにないんだっていうぐらいまで落ち込んだわけじゃん。そっから這い上がったっていうのはでかいと思う。一発屋じゃなかったっていうか。それは自信につながるよね。一発屋なんか腐るほどいるからね。最近狂気を合わせ持つ主が見当たらない。ああ。いや別に狂気なんかなくたってね、面白かったら人来るからね。爆走はどこ行ったのかな？ん？爆走？爆走、あれじゃなかったっけ？ふわっちやってなかったっけよ。うん。和道は減らるからそこだな。いや、でも俺、もうここ数ヶ月減らってなかったけど、減らってないと思うんだけど、メンタルクソ、鍛え直したはずなんだけど。だって、ニコ生のペースなんかさ、1ヶ月に1回必ず1ヶ月間減らって、1ヶ月間そう状態、そう打つ、そう打つでやってたじゃん。もう全然安定してるよ、今。ふわっちで100ぐらいの主は他にもいるけど、アイテム飛んでないから、そこは和道のトーク力だな。どうなんだろうね。いや、本当にいいリスナーさん、質の高いリスナーさんがいるって感じだね。ほら、アイラの場合ってさ、ぶっちゃけな話さ、ニコ生でもさ、ふわっちでもそうだけど、変わってないけど、熱狂的なファンを作るのが上手いんだよ。俺はそれは、アイラは金引っ張るのが上手いんだよっていう言い方をしてるんだけど、超熱狂的な2人、3人ぐらいなんだよ、多分。超太客を作るのが上手いんだよ。だから、セグメントを絞ってるんだよね。この顧客っていう。まあ、ぶっちゃけな話で言うと、だから風俗嬢、キャバ嬢のコアファンだよね。まあ、多分風だと思ってるんだけど、風俗嬢でアイラに貢ぎたいっていう、インターネットホストのナンバーワンホストみたいな。そう。あと、雑談が好きっていう、なんか男層を取り込んでるっていうか。うん。だから俺はそうじゃないからね。広く、小銭をいっぱい投げてもらうっていうスタイルだから。だから、すごいよ。1万人超えてる人、1万円以上俺にアイテムくれてる人、確か20人じゃないな。十何人いるんだよ。うん。だから1万円とか5000円とかを投げてくれる人がめちゃめちゃ多いの、俺のところは。ニコ生のプレイヤーか解約しようかな。大手はミラーで見れるし、あんまり需要ない気がしてきた。一回ね、ニコ生プレイヤーか解約してみ？もう笑うよ。うん。ニコ生がいかにクソか本当にわかる。普通に何気なく仮想配信者見ててもパッと追い出されて、何これって思ったりとか、ミラーでも追い出されんの。で、なんかね、もう見るの、萎えるの。ログインしなくなる。
配信に中毒度依存度はあるって思うよ、ワド。まあまあまあ、だから、なんつうんだろうな。YouTube でも、アナリティクスで解析見てるんだけど、それがね、面白いのが、30代、40代は女性層なの。特に30代、40代が女性はメインなのよ。もうここしかないの。3、40代。だから主婦層なんだよね。主婦層とかバツイチとか、要はおばさんなんだよ。で、男が面白いんだけど、男は3、4、50代だったの。それがね、10代が今一番多い。20代が多いの。20代が一番多い30代、40代に変わってきた。だからね、20代の男の子からの再評価があるんだよ。のんたんは家は広いの。あ、超豪邸だね。おー、エリさんはどつゆ、風船ありがとう。アイラの卵かけご飯は神回でした。あー、見てないわ。それ見よう、今度。なんだろう、卵かけご飯って。お前、ふざけんなよ。あの家が狭いとかふざけんなよ、ほんとに。バカにしてんのっていう。風船ありがとう、エリちゃん。いつもありがとうね。楽しんでって。エリちゃん、風船アザース。ありがとう。自分分析してるわけだ。和道の生放送で武器って言えるのは何？あ、簡単。俺の武器は完全にリスナーさん。うん。要はどういうことかっていうと、俺は閲覧を取りに行ってないのよ。ぶっちゃけな話で、俺のファンになってくれる人だけにターゲットに相手にしてんの。だから、ぶっちゃけた話、10代とか、ね、20代のクソガキ。もう、要は、シャシャってて金も稼げないようなアルバイターたちはどうでもいいの、俺。そうじゃなくて、俺と会話をしに来る、上質なリスナー層しかいないんですよ、ここ。そこは自信ある。だからね、バーはどうなんだよ。うん、要は、10代のガキとかいいバーに行けないのよ。一杯800円するカクテルとか飲めない。一杯1200円のカクテル飲めないの。違うの。俺は3、4、50代相手にしてるから、物分かりがいいのよ。俺の話聞いてくれんの。レベルの高い話ができるの。ここ。うん。ここ、完全に。それだけ。ターゲットをね、狙ってますよね。風船消化させてアカウント変えるから。はい、オッケー！風船ガンガンください。ゼリーさんはコツ。ハッチはどつ。初見です。こんばんは。はい。エリカさん、こんばんは。ワドーと言います。よろしくお願いします。もし面白かったらいいんでフォローしてください。よろしくお願いします。楽しんでってね。コメントありがとう。もともとさ、俺はビデオブログみたいなもんだと思ってるから、これは。初見さんいらっしゃい。ママちゃん、コメントありがとう。楽しんでってください。ハッチ、風船ありがとう。イエー。行きまーす。1回2回3回4回5回。はい、トロジさんハートありがとう。俺の枠では花火以上だとスクワットするんだけど、これで昨日5万アイテム5万円分ぐらいスクワットし、させに来たっていう。宗教の話か？全然宗教の話してもいいけどね。うん。風船ではないね。千代さんはどつ？楽しんでって。お、いつものメンバーが揃ってきたね。おい、いつもの100人。いつもの常連100人が来たよ。常連100人が。香川プロと一緒のこと言ってる。100円しか投げない多数の数でリスナーより大人の1万円とか投げてくれる少数リスナーを取りに行くって言った。あ、俺全然考え方違う。俺は全然考え方違う、香川さんと。俺は違う。ぶっちゃけな話、無料で見ていいよって言ってんの。で、お金持ってない人は、ね、見るだけでいいよって。見るのも応援なの。次にいいのはコメントして次にいい応援なの。で、アイテム投げるようになって初めて最高の応援なの。だけど、それは選んでくれって言ってんの。俺は金ないやつ相手にしないなんて言わない。みんな見てくれって。そう。で、まあ、パチンコで勝ったとか、ボーナスが出たとか、和道の配信見てて気晴らしになって気分が良かったって。その時500円でも1000円でも投げてくれって。で、俺の話分かってくれる本物の金持ちは俺に100万投げてくれって言ってんの。俺はそれでいいの。全員楽しもうよって。だから、金ないやつに金くれって言わないから、俺。相手にしないなんて言わないから。みんなで上がってこって。俺はそのスタイル。俺は全然違う。金ない人相手にしないなんて言わない。ただ、俺は話が聞ける人。要は30歳以上。
精神年齢30歳以上で会話ができる人ね。会話を楽しめる大人しか相手にしないよって言ってんの。おい、ゆりさん、初見さんいらっしゃい。コメントありがとう。楽しんでて。俺はそうだと思うよ。だってもともと俺はパフォーマンス、路上パフォーマーだと思ってるから。インターネットで雑談っていうパフォーマンスをしてるのよ。だから金くれなんていう筋合いじゃないの。いいパフォーマンスしたら金なんて勝手に投げてもらえるんだよ。俺が金もらえないってことはパフォーマンスが悪いってことなの。で、楽しみ方は人それぞれ。要は、ね、すごいギター演奏できるわけじゃないじゃん。すごいパントマイムができるわけじゃないでしょ？じゃないのよ。淡々と喋るだけかもしんないけど、その会話を楽しめる大人っているんだよ。これがパフォーマンスなんだよっていう。だそういう人だけ相手にしてるってこと。脱獄衆さんいらっしゃい。良いポジション取りに行きやがって。いや別に、俺前からこれ言ってるよ。ただニコ生は精神年齢が低いから俺の話がわからなかったのよ。結局。ずーっと同じこと言ってる。うん。これバブルスライムじゃねえ。ホイミスライムとキングスライムだもん。どうしたアイラ。酔っ払ってんのか。はい、121名さんいらっしゃい。まあ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 。まあだからなんつうんだろう。作り込むっていうか、俺は、なんていうの。俺は、台本書ける配信者じゃないのよ。ぶっちゃけた話、台本って面白いじゃん。で、役者なんだよ、結局。お笑い芸人になっちゃうんだよ。だから、俺は、そう、リアルで勝負するしかないと思ってるから、そう、リアルでこいつ面白いなって思ってもらえる人になりたいから、だから配信の台本を書くのが上手くなるとかじゃなくて、経験値を増やす。自分の人生観を豊かにする。それでただ映してるだけで面白いっていう状態まで持っていきたいんだよね。あ、どうなんですかね。コーラ合ってないですね。元気なのかな。わかんないですね。まあなんか稼いでるみたいですよ。なんか聞いた話、風の噂で、どれくらい前だ ?8 ヶ月くらい前聞いた時は結構稼いでるって聞いた。うん。アイラは仲いいっすからね、昔から。ちょいちょい絡んでますよ。なんか結構ロムって見てくれてるらしいし、俺も結構よく見るから、アイラの放送は。ねえ、キムタコさんも結構アイラ推しだよね。キムタコさんよくアイラの話するもんね。アイラ好きだわ、つって。なんか気が合うんだよな。不思議だよね。多分ね、アイラの俺が好きなところさっぱりしてるんだよね。おい、サイバリオさんポッキーありがとう。うん。いや、そういうもんなんですよ。面白かったらアイテム投げてくれるに決まってるんですよ。誰がどう考えてもそうなんですよ。はい、エリちゃん、花火ありがとう。行きまーす。いや、そりゃそうでしょ。うん。2回。3回。4回。懐かしいねー、コーラね。5回。まあまあ、元気だったらそれでいいじゃん。ありがとう、エリちゃん。ありがとね。またつい。そういうもんだと思うよ。だから、くれくれって言うってことは、実力がないってことでしょ。俺から言わせたら。だって、実力あったらくれなんて言わないもん。でしょ？だから俺はアイテムください、お金くださいって言い始めたら、それは自分の株下げる行為で、結局、後々苦労することになると思うよ。実力以上のお金をもらうわけだから、なんだこいつ金投げてる割にはつまんねえじゃんって。ならない。絶対なると思うよ。だから俺実はふわっち始めてからアイテムくださいっていうことを発言したこと一回もないはずだよ。ないよね。聞いたことないでしょ。アイテムお願いしますくださいとか、1万円くださいとか、花火くださいって言ったこと俺一回もないから。全部ログ残ってるよ。うん。嫌いなんだよ、俺。うん。そう。アイテムくれっていうことは自信持って放送やってないってことだから。うん、確かに和道から聞いたことない。あ、俺、黒さん、俺は3いらないから。俺は3つけるけど、目上の人が見てる可能性があるから、本当に60代の人とか、50代のすごい経営者とか見てる可能性があるから、俺は基本的に3、仲良くなるまで3付けするけど、俺は和道でいいよ、みんな。ネットに年齢はないと思ってるから。見る側は別に和道でいいよ。友達みたいな感覚だよ。ただ俺がなんでさん付けするのかっていうのは、結構、下手打っちゃうことあるから。結構大御所の人見てるんですよ。長くやってるとね、それがだんだん分かってくる。うん。だから、あくまで、インターネットって言えども、演者側は、最低限のマナー守んないとやっぱ嫌われちゃうんだよ。私は年下だから和道さんって言う。和道って言えない。あ、まあまあ、全然いいけど、そこは。
まあ俺はホスト側でみんなはゲスト側だからね、あくまで。いやいやいや、本当にすごいよ。世界的に活躍してる人とかもいるし、芸能人も見てるし。ロホさんはこつ、和道さんでいいけど、本当に。だからこの前もびっくりしたのが、あのプロギタリストも見てるんですよ。プロギタリストの人も見てて、うん、18だけど、おい、まだいいよ、全然、のぞみちゃん。本当に海外配信するんですか？まずは日本国内からだけど、あの、海外はやろうと思ってますね、僕は。ロータリーさん。うん、そう、昔からの夢だったからね。うん、よいしょ。新しいフォロワーさん、ママちゃん、フォローありがとう。一つ聞いてもいい？旅配信するなら、東北、北海道方面行くの？行くよ！行く行く。まずは、東京拠点にして、千葉、茨城、千葉、茨城、福島、仙台、岩手、青森、北海道か。で、北海道から下っていくの。で、下るときはジグザグに下っていって、最後沖縄で、沖縄の俺のじいちゃんの墓の前で終わりにするっていう。そういう感じで今リスナーさんと話し合ってる。じいちゃんの墓の前で、こう、日本、シュバーンって置いて、じいちゃんと語って旅が終わるっていう。で、飛行機で帰ってくるっていう。旅は歩き、いや、なんでも、僕はその、なんか企画っぽくするのはダサいと思ってるんで、あの、旅でもフェリーでも、なんか、リスナーさんのヒッチハイクでも、普通のヒッチハイクでもリスナーさんどこまで送るよとか、俺はね、なんかね、企画っぽいの、なんか、嫌いなんですよ。何々やるみたいなの嫌いで、俺は旅がしたいと思って、旅行がしたいんじゃない、旅がしたいと。店員さんとかにオラついてる感じにならないですか？いや、別になんないけど。ハッチはハッチだもんだって。まあ、和道さんでも全然いいけど。ロハコさんの次の、生贄は誰？誰だろうね。若くてロハコさんが好きな、好きそうな男の子見つけたらね、生贄捧げようと思ってるけど。ヒロポンコさん、はじめまして。楽しんでってください。和道です。コメントありがとう。面白かったらでいいんでフォローしてください。よろしくお願いします。で、今考えてるのは日本国旗を持って行って、釈迦の餌？釈迦の餌あげてますよ。日本国旗を持って、リアトツしてくれたリスナーさんにマジックペンで名前書いて、コテハン書いて、応援メッセージ書いてもらって、そう、日本国旗を最後、部屋に飾って雑談しようかなと思ってるね。カニパンさん、初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。コメントありがとう。面白かったらフォローしてください。よろしくです。ウリボーさん、面白かったら、フォローしてください。楽しんでて。コメントありがとう。うん、また、諸方面来た時協力するよ。車で、隣まで送ってくださいよ。てか、キムタコさんの家泊まりたいな、ちょっと。キムタコさんと一晩ぐらい話して、車で送ってよ、隣まで。うん。四国、一晩ちょっと語り合いましょうよ。四国行くんで。ね。懐かしいですね。四国はね、四国はちょっと長く滞在しようかなと思って。前回すげえ一番良かったのが四国だったから、うん、キムタコさんのもう長いもんな。みんなさ、和道歴何年、何ヶ月ぐらい前から見てる？多分ね、キムタコさんトップレベルに古いと思うよ、この中で。うん、みんな何ヶ月ぐらい和道の配信見始めて。日数はね、香川さんが原付で日本一周した半年だって言ってたから、うん、オッケー、パソコンたくさんあるから家から配信してください。あ、オッケーです、オッケーです。初見さんいらっしゃい、楽しんでて。和道です。面白かったらフォローしてください。コメントありがとうございます。だからまあ1年は見てるかな。1年ぐらいかかるかなっていうのは見てる。日本一周。まあ日本にそれくらい時間かけてもいいかもね。まあね、でも15万いかなかったら、結局この企画頓挫するから、まずは今の、今月も15万、来月も15万、再来月も15万という3ヶ月は稼がないとやっぱ。うん。力屋と絡んでるぐらいから、古いね、パコさん。マジで。3年ぐらい前じゃないの。ふわりカフェでしょ、それ。ゼリーさんが1ヶ月ぐらい。俺もニコ生時代から見てるよ。ウナとの電話での喧嘩。初期の頃かな、ウナと電話で喧嘩結構やってるかな。1ヶ月ぐらい、1ヶ月経ってない。ふわっちからハマった。年15万ちょっと待って、1ヶ月に決まっ、ちょっとあのさ、1ヶ月に決まってるじゃん。ちょっと待って、1年間で俺15万だと思ってたの。毎月15万って意味だよ。月15万って書いてあるでしょ。
1年間で15万でどうやって生活すんだよお前。小学生か俺は。うん。牛島くん似てないけどね。ニコ生からたまに見てました。3年ぐらい。あ、まあ3年だよね、キムタコさんが。うん。だから結構古いよね。クロさんさ、クロさん冷静に考えてよ。1ヶ月15万でもきついぞ。浅田真央と同じ顔と聞いてから。ビョルンさんコメントありがとう。楽しんでってください。小学生じゃないんだから。食ってかないといけないんだから。和道歴2日、もっと古いわけです。あ、そうそう、みんな届いた？和道ネックレス送った人届いたかな？和道ネックレス、ちゃんと届いたかな？みんな。わし3年前初めて和道さん見ました。あ、それくらいなんだ、コッペ。ハッチはそうなんだよね。意外と子さんじゃないんだよね。最近の人も結構多いね。ふわっちからっていう人も結構多い。でも、ほら、パソコンないって言ってたの覚えてる？機材がさ、Mac も壊れた、レッツノートも壊れたって言ったら、ノンタンが貸してくれた。だから、パソコン、最新型のレッツノート、これ、すごい小さいでしょ？これ。これ、使っていいよって言って、貸してくれてるから、パソコン問題解決しました。これ、タブレットになるやつ。これ。これで配信します。うん。すごいよね。今のレッツノート裏返せるんだよ。うん。そう。貸してくれるって。うん。ね。だからもう、機材問題はクリア。Wi-Fi 手に入れた、機材も手に入れたでしょ。だから、あとはその服とかをどうするかだよね。ほんと。バッグとか。だから俺はシンプルイズベストで行こうと思ってるけど。旅の闇、社会、どないすん？ね、釈迦と荷物は全部、ノンタンが預かってくれるって言ってるから、引っ越しをしないといけないんだよね。この家を解約して、ノンタンのところに引っ越しをするから。だから、多分旅の前の1ヶ月間ぐらいで、ちょっとリスナーさんにここに集合して、引っ越しオフ会やってもらうかもしれない。引っ越し手伝ってって。引っ越し手伝ってもらわないと。すごいよね、小さいよね。すっげえよな、今の。軽いの、しかも。引っ越し手伝って。すごいよ。まだ使ってないから、設定してないから、まだ配信やってないんだけど。すごいよね。おい、ワド2、たくみさんいらっしゃい。楽しんでってください。いつ行くの？まさか冬に旅立つつもり。まだね、だから、もうこの15万で確定だから、で、15万手に入ったとしても、すぐお金にならないでしょ？だから、その、収入になった時に、生活保護の市役所に、15万入ったんで、生活保護抜けますっていう手続きするでしょ？で、今度、生活保護抜ける日が決まったら、会社を辞める日を決めようと思ってんの。そしたら、その、多分2、3ヶ月ラグがあるわけよ。その間に。そうじゃん。生活保護、現金が入るまで1、2ヶ月かかって、それを申請する月がその役所でしょ？じゃあ何月に抜けましょうっていうか、1ヶ月以上ラグがあるから、多分2、3ヶ月かかんのね。で、その日に合わせて、生活保護抜ける日に合わせて、この部屋も解約するじゃん。で、引っ越しとかをするから。だから、しばらくこの15万っていうのを稼ぎ続けないとダメだよね、雑談でね。春前だろうね、多分。まだ寒い時期に旅立つと思う。まだ、そんな、まあ来年は来年の頭の方だと思うけど、2、3、4、4月？遅くても4月っていう風には決めてるかな。遅くても4月。で、早ければ2月の後半ぐらいからかな。でもそっから多分リアルだと思うよ。旅配信の時僕の家来ますか？世田谷区ですか？近すぎるわ、逆方向と。っていうか見送れよ。俺のこと。その日。多分俺そこで大手になると思うよ。旅配信で絶対有名な人になると思う。俺はだからそれまでに下積みだと思ってるから。そう。今仲間を、ガチッとした仲間を集める。リスナーさん集める時期だと思ってて。そっから先はポン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 リスナーさん増えると思うよ。あったかくなったから行けば。まあまあ、それもありかなと思ってるけど。まあ、いろいろ寒い冬も経験したいしね。電車に乗るときにリスナーで万歳するか。なんか戦争行くみたいなの、どうだろうね。とりあえず、千葉の方向かって。まあ一番いいのは俺はリスナーさんに次のところまで送ってもらうっていうのがありだから。あ、千葉俺に任せろよとか、茨城俺に任せてみたいな人がどんどん増えていったら面白いなと思ってる。
出川さんいらっしゃい、そんな感じかな。次のところ次のところっていう、まあそれがやりたいね。まあリスナーさんがポンポン車でさちょいちょい送っていってくれれば絶対日本全国なんか余裕だと思ってるから、そこはなんかリスナーさんと触れ合いながらが一番楽しいかなと思って、正直和道さん網タイツの時見てましたよ。あーだいぶ古いね、黒さんだいぶ古いわそれ、初期の初期だよ、あの料理配信でしょ、ストッキング網タイツ履いてケツプリプリしながらやってた。配信始めて多分半年ぐらいだから一番古いわこの中で見てんの黒さんが。俺原付免許今ないもん、原付今ない。原付でなんか縛られるのが嫌なんだよ俺。おー贅沢ビト久しぶりじゃない、いらっしゃい。ねえ最近来てなかったよね。原付って縛りがあるから、俺はだからみんなにイメージしてもらいたいのは風天の虎なんだよ。あのプラッとこう電車でこうやってやってる風景とかもいいじゃん、飛行機乗るのもいいし、フェリーとかでこう黄昏れるのもいいじゃん、だからバイクとかも借りてなんかねやるのもいいかもしんないけど、そうそう縛りが出てくるからそれが嫌なんだよね。あ事故ってたの、マジかよ大変だったね。夜は飯と高松の飲み屋おごりますよ。あマジで、いやーありがたいっすね、ぜひぜひお願いします。中古車紹介しようと思ってたけど車の免許ないんだ。俺車の免許一回も取ったことない人生で、車にあんま関心なかったんですよね。ほら小学2年生の頃親父が離婚して母親免許持ってなかったから車がない生活に慣れてるんですよ子供の頃から。だから持ってて原付とか、まあ無免でねあの単車乗ってた時もあるけど、まあ、バイクは好きですね。車はだから友達がなんだなんだって言ってたけどよく分かんなかった。アスリート乗ってるやつとかもいたし、シーマとか乗ってたし、キャデラックも乗ってるやついたし、成田はさ車文化だからみんな車に金かけんだよね。でも車載配信ってなんかあんま好きじゃないかな俺。なんかこう歩いてさ自分の足で踏んだ場所と見た記憶を作っていきたいんだよ。いや俺だから生活保護でも彼女できるんだから、なんか男は収入だとか車だとか金だとか職種だとか言うじゃん、俺全部間違ってると思うよ俺別に生活保護で無収入でホームレスでも彼女いたし、あの車の免許なくても彼女いたし、自分に魅力がないだけでしょって思う。横から追い越されて足骨折足折ったの。でもいいんじゃん、金入ってくるからドカッと保険入ってたら。旅先で歌を書いて本を出すのだな、どうだろうな。俺は詩のセンスはないかな、詩のセンスはないからな。たまにツイッターに詩アップロードしてるけどいいねボタンあんまつかないからね。なんかのんたんのこと歌にしてたよね俺、のんたんのこと歌にしてなかっただいぶ前、残ってるかな。いいねボタンあんまり、トラさんみたいな旅はいいけど所々の美人に惚れちゃダメだぞ。そんなのんたんに殺されるわ俺の彼女がどんだけ嫉妬の虫か知ってるでしょもう。まあまあ別に俺は配信で稼ごうと思ってるから配信でいいっすね。足骨折するとめんどくさい、左手あたり骨折で保険が多いし、あー手ね、足はねリアル支障が出るからね、左手はね別に大丈夫だけど、わかるわ。旅の恥は書き捨て、玉のやんちゃならのんたん許してくれる。いや絶対許さないね。てか別に俺あんま女遊びに興味ないんで正直言うと、正直言うとね、あのぶっちゃけた話、あの女なんか作ろうと思えばいくらでも作れるんであのぶっちゃけた話、あの選びたいっすね、初見です。見た感じ生ポの匂い全くしませんが生ポもらってるんですか。僕生ポですね、はい。
今働いてますけど、生ポですね、うん。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、てるてるさん、フォローありがとう。ね、自分がなんかこう、ね、好きな人ぐらい選びたいよね。付き合、そばにいてくれる人ぐらい選びたいよね。何ええって。何がええなの？ん？え、何ええって。ちょっくら今日も動画編集ロームします。おい、頑張ってください。え、何ええってどういうこと？いや、よくわかんない。アスペだからよくわかんない。何に対してのええなの？何に対しての絵なの？いくらでも？いや、俺ぶっちゃけな話、女別に困らないよ。ぶっちゃけな話。いやいやいや、何その、逆に絵が絵なんだけど。俺職場でも結構なんか、ファンいるんだよ。何人か。いくらでも作れますよ、全然。いや、マジで困ったことないよ。いくらでも全然。作ろうと思ったら作れるよ。うん。はって何よ。アスペって何？アスペルガー症候群ですね。俺全然、別にモテなくはないですよ。はい。まあ当たり前ですね。全然モテますよ。はって何？俺別に、俺本当に困んないよ、女の人は。うん。全然。なんだよ。なんだよ。なんか文句あんの？生ポはいくら？僕の年齢と東京都の23区に住んでたら、まあ、13万ぐらいですかね。死にたいのって何？なんなの？何このノリ？いや、のんちゃんもご乱心モードじゃん。死にたいのって何？北斗の剣じゃないんだから。のんちゃん煽ってないよ、別に。だから、それくらいのんちゃん大事だよって話だから。なんでお前も乗っかって死にたいのなんで。俺も多分安い香水つけただけで30人ぐらい女寄ってきますよ。だから、その発想がダメなんだって、お前は。アスペルガーって何？病気。いや、病気っていうか発達障害だね。今はまあ、アスペルガーっていう名前じゃなくなったんだけどね。月に13万だね。うん。それ年13万なわけないでしょ。年13万でどうやって食ってくんだよ。うん、だけど、自分がモテるとは思ってない。その、いわゆる、モテる属性ではないの分かってんの。そうじゃなくて、私いなくてもいいの。いや、ノンタいないと困る。ノンタはいないとダメ。モテるんじゃなくて、俺のことを好きになる変な女を見つけるのが上手いんだよ。要は、あ、こいつ俺に惚れてるなっていうのは分かりますよ。うん。大体メンヘラですよ。メンヘラから異常な指示を受けてんの。何ノンタ？いや、そういうの良くない。本当にノンタ傷つくから。生ポは働くことができるようになると返却しないとですよね。そうだね。うん。返還義務っていうか、申告義務がある。うん。いや、ノンタは変な女じゃないよ。素敵なレディーですよ。うん。ノンタ全然変じゃないよ。うん。綺麗な指してたんだね、だよ。どうやったらわかるの？何が？ああ、まあ、東京大学病院で検査すればわかりますよ。精神科で、まあ、診断してもらえればわかるよ。うん、え？って何？リスナーの中にも和道さんラブな人いるだろうけど、それもなんとなくわかんない。それはわかんない。それはわかんない。うん。代わりに謝っとくわ。どうか穏やかに。うん、あ、でもね、仕事できるやつはモテるよ。
これだけは言っておく。女はね、金を持ってるから好きになるんじゃなくて、仕事できるオーラのあるやつに惚れるんだよ。だからね、そこ男は勘違いしない方がいいよ。金持っててもモテないやつモテないから。うん。別に俺のこと愛さなくていいよ。うん。ワドはあの人に似てる。ああ、わかるわかる。妻夫木聡だろ、うん。よく言われるよ。小田切どう？誰？誰？和道さん友達にいたらいい感じかな？いやー、どうだろうね。和道は聞き上手だし、話してる相手の気持ちも良くさせる術を持ってるから、男からモテる。男の方がモテるね、俺は。モテる属性で言ったら男の方がファンが多いかな。女モテ、歯じゃねえよ。うぜえな。夢を具現化させる話のやつはモテる。あー。てか、俺に任せとけみたいなやつがモテるんですよね。いや、まあ、だから、男から、女にモテる人は、うん、どうだろうな。やっぱ、包容力って言うけど、結局そういうところなんだよ。和道さん、新宿のカフェでちゃんとテーブル拭いてた。マジかっこよかった。ああいうところに育ち出るだろう。俺の育ちの良さ出るだろう。俺、人の家上がるときも靴裏返すもん。そういう細かいところに出るんだって、育ち。食い方とかテーブルマナーとかに出るから。うん。山田孝之か。うん。のんたんは何の障害？何でもいいよ。うん。なんだよ、ロハコさんって。うん。靴裏、違う。どうもお邪魔しますって言って靴こうやってしないよ。こんなバカいないでしょ。なんで靴ひっくり返すの？そういうことじゃないよ。わかるでしょ？こうやって脱いだらこうやってやるってことよ。なんで裏返すのよ。言葉でわかるでしょ、大体。人の家上がるときこんなんやってるやついて頭おかしいだろ。育ちいいねえ、和道くんってならねえわ。ならねえわ。バカか。はい。事故って見舞い来てくれた人数で俺のモテ度理解した。ああ、でも、なんかあった時ね。なんか不幸があった時とかに分かるよね。だから本当の自分が人脈あるかどうかって葬式の時に分かるって言うもんな。バカだな。さすが和道さん。ありがとうございます。シャックいらっしゃい。いや、でもそういうとこだよ。あのね、どんなに着飾ってても育ちの良さってね、節々に出るんだよ。うん。例えばね、女の子で言ったら男の好感度超上がるところ教えてあげようか。付き合ってて、あ、この女ダメだなとか、この女すげえっていうやつあるでしょ？俺が教えてあげる。女性リストラー聞きたい人手挙げ。これマジで、あ、この人と結婚しようかなって思うポイント俺が教えてあげるよ。聞きたい人手挙げ。俺昔から親どうやったら受験成功するかしか教わってない。羨ましい。あー、ダメだね。死ぬ時に泣いてくれる人は、ああ、そう教えてあげる。これ、俺の友達の、これ実話。これ俺の友達の実話で、俺の友達経営者やってたのね。経営者やってたの。で、あ、やばい！お歳暮出してねえって。大先輩にお歳暮出してねえ。どうしようって、すっごいあたふたしたの。やばい、どうしようって。何々さん何好きだったっけって。彼女と、やばいってなった時、ああ、出しといたよ。わかる？できるレベルが違うでしょ？もうね、こういうところなんだよ。男のダメなところを、もう、あのね、望みね、精神年齢低い。もう、そういうのいらない。うん。だから、言ったでしょ？ R30 だから。そういう、ぐだぐだなツッコミいらない。私いなくてもいいですかね？いや、いるっつってんだろ。のんたんいるよ。のんたんは俺のパートナーだから。怖すぎるでしょ？もうできるレベルが半端じゃないのよ。できるレベルが。だってさ、彼氏のお付き合いしてる上司とか、社長さんの、ね、お歳暮勝手に、しかも、彼女から送るんじゃなくて、彼氏の名前で送ってんの。すごいでしょ？いや、これはすごいと思ったよ、本当に。だからそういうね、気遣い、心遣いが女度なんだよ。男のダメなところを補って男を押し上げられる。だからそういう男は出世しますよ。これが俗に言う上げマンなんだよ。これが俗に言う上げマンなの。そう。この人といると出世するっていうのはそういうところなんだよ。うん。これ上げマンね。これ友達の、
彼女の実例だけど、あ、こいつと結婚しようと思ったっていう。うん。そこまで立ち入っていいっていうか、それをさらっとできるかどうかよ。それをさらっとできるかどうか。要は言われなかったら自分から自慢しなかったの。うん。あ、送っといてよって。さらっとできるかどうか。今のはちょっと難しいな。もし彼氏も忘れて送ってたら2回も送ってしまった。まあ、贅沢ビート分かってないね。それアスペ発想なんだよ。要はそこまで見抜いてるんだよ。彼氏が送ったかどうかっていうのも見抜けるっていう、これが本来の日本人の心配り、気配りなんだよ。そこも見抜いてるからできる女なんだよ。もうそのレベルにいないの。うん。お歳暮が分からない。アラフィフだけどお前の話は勉強できるな。ありがとうございます、高橋さん。気遣いなんて教わったことないですわ。勉強の仕方ならめっちゃ語れますわ。何その勉強できるアピール。あのね、勉強なんかできても社会では役に立たねえよ。うん。はっきり言って。うん。あ、どうしたのんたん。のんたんが壊れた。ゼロ、二、三、九、九、九、ゼロ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 ってなっちゃった、のんたんが。のんたんがぶっ壊れた。プラス、二、三、九、ゼロ、ゼロ、ゼロ、あ、猫か。のんたんがぶっ壊れたのかと思ったわ、今。ゼロ、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 ゼロって。のんたんがぶっ壊れたのかと思ったわ。面白いな。猫だね。いや、お歳暮レベル送ったか送ってないか分かるレベルってストーカーレベルじゃね。俺そいつ彼女だったら怖いわ。あ、そう。うん。おい、ヤマハさんいらっしゃい。楽しんでってください。ノンタンお金欲しいんじゃないですか。いや、ノンタンはどうだろうね。ノンタンは別になんか贅沢言ったことないね。俺と付き合っててね。何々が欲しいとか、何々行きたいとか、わがままを言ったことはないですね。うん。すごいよ。俺だって初めて聞いたもん、どっか行きたいもんないのとか、なんか欲しいもんないのって。うん。バカみたいな女にさ、何々が欲しいとか、アピられたことは何回もあるけど、言われたことない。自分から聞いたの初めてだよ、うん。クリスマスプレゼントなんか買わないとな。信頼関係築いてなきゃできない。そうそう、そういうこと、そういうこと。そういうことだよ。うん。わがまま言える男にまだ値しないんじゃね？あー、わかってないね、ギュアスね。わかってないわ。うん。わかってない。アスペだわ、アスペ。うちのノンタンできる子だから。うちのノンタンめっちゃできるから。言葉、あのね、店員さんに言葉遣い悪い男俺も嫌い。あのね、普段礼儀正しいのに店員さんにおいとか言うやつ嫌い。あ、何々と何々ってやるやつ嫌い。うん。俺も店員さんとかの対応でわかる。男は。女の子引くでしょ。あの、一緒に食事してるとき、ウェイターとかに雑な扱いしてると。あれはね、結局見下してるんだよ。あ、この人こういうので見下す人なんだっていう。俺は嫌い。てか、物欲しがる女なんて一部の底辺、その少数派じゃないですかね。いや、結構いるぞ。それは年齢。若いときはわかんないんだけど、20代超えてくるとがめつくなってくるから。はい、ハッチバガーありがとう。バガーありがとう。それは年齢よ。バガーありがとう。引くでしょ、あれ。いやね、人間性出るんだよ、結構。ああいうところ。あと、これは親父とかお袋がすごい教育してたからだけど、女の子を道路側に立たせないっていうのはもう徹底的に教わってるから、女の子が道路側に立ってるだけで俺嫌だ。本当に嫌だ。あの、男が道路側に立って、車が飛んできた時でも守れるようにっていう風に教わってるから、これは親父がずっと言ってたね。男だったら女を守るためにいるから、絶対に道路側に立たせるなっていう。女子供は絶対に守れるように歩けって。うん。店員が失敗しても何しても笑って許す男はどう？こっち損する場合でも。それはビシッと言える人だよね。要は、荒ぶっておいとかじゃなくて、あの、上の人呼んでくれますって言って、上司に淡々と説明してくれる人。うん。
そう。のんたんの動画また見たよ。中毒性ありすぎ。のんたんの何動画だろうね。のんたんの動画、俺の動画よりも、なんか YouTube で、のんたんの動画が7000再生されてんの。俺の YouTube200 本動画上がってんのね。で、2万再生なのよ。2万人のうちの7000再生はのんたんの動画なの。おかしいだろっていう。一本ののんたんの動画でなんでこんなアクセス数稼いでんだよっていう。生主やった方がいいよ、本当に。やっててね、なんかのんたんの方がファンが多いから、俺だってさ、生主何年もやってんのにフォロワー500人なのにさ、のんたん1000人いんだよ。で、なんか携帯電話の中にも、なんか香川さんとかと普通に LINE してたりとか、大手配信者と普通に LINE やり取りしてんの。お前の人脈どうなってんのみたいな。うん。香川さんとかとね、普通に LINE でやり取りしてたりね、うん。面白いんだよ。俺も道路側に女立たせないけど、歩道側に誘導した瞬間に車突っ込んできて怒られた。それ面白いな。ビルのやつ、あとパプリカ食べてる姿が可愛くて、もう、あ、パプリカ、浅井さんが面白かったよね。パプリカにあの、シナモンドバドバかけるっていう浅井ですね。シナモンだ、つって。パプリカにシナモンかけるおばさんなんてね、相当面白いよね。狂ってるよな。うまいうまいっつってさ、シュガーシナモンだよ、しかも。パプリカ浅井さん作ったから食べて、っつったら、うん。シナモンが必要だ、つって。もうシナモンがあるからね、しかも。うん。はい、いってらっしゃい、なおちゃん。頑張ってね。靴でも磨こうかな。浅井さんの知能指数400ぐらいあると思うんだ。浅井さんはどうなんだろうね。IQ テストやったら多分知能指数30ぐらいしかないと思うけど、実際すごい霊能力あるからね。のんたんに襲いかからないかヒヤヒヤしながら見た。いや、襲いかかったりはしないよ。靴見てみたい？じゃあ磨きながら雑談しようか。靴磨こうか。道具取ってくるわ。あー、聞いた聞いた。のりこさんの彼氏紹介？なんだろう。これが俺の靴磨きセットですね。靴磨きって書いてあるでしょ。靴磨きってアルミ缶に入ってる。よいしょ。まあ今そのもう洗剤でもうコーティングを全部落としてる状態で一週間その外に干してたから、あのこれがもう9年間履いたボロボロの状態の靴ですよ。もう中ももうダメになってて、革とかも剥げてるでしょ。こういうところ傷がいっぱいあるでしょ。OK。穴も、ここ一箇所穴開いちゃってんだけど、これがどれくらい変わるかですよ。ボロボロでしょ？ぶっちゃけ。もうなんかボロい靴だなーっていう、汚ねえボロ靴だなーって感じでしょ。これがもうほんとドレスコートシューズになるから。のんたんはね、なんだろうなー、ほんと運命感じるよ。この人とできる限り、できれば生涯添い遂げたいですね。で、まずは、クリームからいきます。クリームね。大事に使ってますね。クリーム。このクリームはね、塗りすぎてもダメだし、塗りすぎてもダメなんだけど、たっぷり塗ってあげる。保湿ですね。保湿とコーティングなんだけど、コーティングは最後にね、もっとメインのやつがあるから。これをね、絶妙なぐらいたっぷり。塗りすぎてもダメなんだけど、たっぷり塗って柔らかくしてあげる。皮は水分と油の油分のバランスなんですよ。今ね、油分がカラッカラに抜けちゃってる状態。これで保湿をしてあげます。
穴をどうするのか。いや、穴はね、もう正直、革の職人さんのところ持ってって、裏側に革を貼るのか、接着剤でくっつけるのかとか、もう靴のプロに任せないダメね。これはもう穴開きっぱですね。でも飾り穴とかついてるから、通気性が良くなるように。そこまでね、雨が染み込んだりはしてこないですよ。女の子。そうだね。女の子の肌と一緒ですよ。皮だから。まずはこれでゆっくり塗り込んであげる。丁寧に。ジュース買ってくれるよね。必ずジュース買ってくれるんだよね。こんばんは、フワリンさんいらっしゃい。まあ、9年、まあ、2万3000円の靴でもね、9年持ったらもう、まあ、その代わりね、メンテナンス、ね、革靴、週に1回は必ず磨いてるからね。9年間。それは持つよな。その辺の人はもう靴履き替えて終わりだけど。やっぱね、物を大事にしないと。物をね、何年も使ってると、魂が宿る、つくも神の考え方ですね。失礼だけど、もともとの革、これ、あれだよ、そんな高くない。リーガルの2万3000円の靴。俺が本当に欲しいのはオールデンの V チップ。この前ね、あそこ見に行ったんだけど、なんだっけ。セレクトショップのどこだっけな。これそんな高くない。ね、靴はね、裏底見るとわかるの。裏底のこの縫い目と。カラス仕上げっつって、ここをね、シェイプして絞ったりするんですよ。あと、裏面がね、革でできてる。5万以上の靴は。そう、ゴム製じゃない。ユナイテッドアローズだ、そうそう。ユナイテッドアローズで、コードマンの V チップ。オールデンね。トリッカーズいいじゃん !2 だね。わかるね。わかる人いてくれて嬉しいわ。いいね。トリッカーズもね、かわいいよね。いい靴っすね。トリッカーズは、ちょっとなんかカジュアルすぎるかなって思っちゃうんだよ。俺が履くには。カジュアル似合わないから。アローズ、香川さん。あ、そうなんだ。金持ってるね。あそこはね、10万、最低10万ないと買い物できないですよ。レッドウィングもいいじゃないですか。かかとの補修はどうするの？あ、だからオーバーホール、それは靴屋さん。なんかオーバーホールしようかどうか。ここから全部バーって剥がして。製法がね、なんだ、グッドイヤーウェルト製法、なんだっけ？グッドなんとか、みたいな。なんかね、そういう本格靴の作りだから、張り替えが可能なんですよ、これは。補修はしないですよ。革のメンテだけ俺ができんのは。まあ、靴磨きだよな、単純に言うと。レッドウィング履くと、靴ずれ。あ、革はね、3ヶ月ぐらい履き慣らしたらね、全然馴染んでくるから。最初の半年は、それは革は馴染ませる作業ですよ。だから新しい靴よりも3ヶ月、半年ぐらい履いた靴がね、一番いい。まあ見といて、これがね、結構、っていう感じになってくるから。靴磨きのプロですからね、僕は。びっくりするよ。ビフォーアフターやってあげるから、もう一個の靴磨かないでさ。マー君はね、今日ね、知り合いの人にね、話したんだけど、共通の知り合いの人、マー君にすごい近い人、あと1年半だって、刑務所。まだ出てこれないって言ってた。長いよね。まあ俺はね、もう縁切っちゃったから付き合いないけど、共通の知り合いはたくさんいるから、なんか一週間前面会行ったんだって。ロハコの家でみんなが食べてたロハコ丼の茶碗洗ってたいい人、和道さんこんばんは。あ、こんばんは。いや、まあね、ロハコさん手不自由だからさ、洗い物溜まっちゃうんだよ。だからまあできる人がやってあげないと。助け合いでしょ。追起訴されたらしいで、違う罪で。そうそう。
それは聞いた。まあ俺はね、もう縁切っちゃったから、うん、もう付き合いはできないけど。レッドウィングソール張り替えて15年以上入ってる。いいじゃん、物を大事にする人はいいよ。好きだよ。あのホテルのさ、ウェイターがさ、靴を見る本当の理由ってさ、知ってる？みんな。あれさ、高い人、あの高い金持ちは靴に金かけるから、あの高い靴買うんだよって、あれ嘘だよ。本当のホテルマンのなんで靴底見るか知ってる？ホテルマンがまず足元見るって言葉があるでしょ。あれってなんで足元を見るか本当の理由知ってる人いる？みんな。Thinking time。 頭を使って考えてみよう。なぜ客層を知るために足元を見るんでしょう。まあ、よく言われてるのは金持ちかどうか、いい靴履いてるかどうかって言われてますけど、本当は違います。歩くとき金属音を靴に憧れた。あーね、かかとにね、金属入れる靴ね。あれはなんか嫌味だよな。旅に出る前に靴履き鳴らしとかね。そうだね、新しい靴買おう、何買おうか迷ってんだよね。おしゃれは足元から。違うんだな、黒さん。これね、聞くと納得するよ。あー、なるほどってわかる。手入れしてるかどうかなんだけど、さらにもう一歩、手入れすることはどういうことなのか、うん、手入れするっていうことはどういうことなのか、うん、いいね、いいね。だから靴が綺麗かどうかを見てるんじゃないの。女をすぐ捨てるかどうか、キャバ嬢だね、それは。キャバ嬢が診断するときはそうなるだろうけど、ホテルマンがなぜ足元を見て客層を判断するのか。だから靴が、あの新品の靴でとかメーカーがどうで、あ、金持ちだなって判断じゃない。あ、長年愛用してるか、違うんだよな。正解は、靴磨きやってる人、奥さんとかで旦那さんの靴磨いてる人とか、ちゃんと靴をメンテしてる人ならわかるけど、靴磨きって結構時間かかるんですよ。で、要は古いものか新しいものか高級かどうかも見るんだけど、そこが一番重要じゃなくて、時間的な余裕を持ってるかどうか。要はこういう身だしなみとか、その靴であったり、もちろんいい靴履いてくるわけじゃん。だけどピカピカにしてるっていうことは、その人の精神性が現れるの。要は客層がわかるっていうのはそういうことなの。時間的、お金を持ってるのは当たり前だけど、時間的な余裕を持ってるか。いや、本当の金持ちっていうのは時間に余裕があるわけじゃん。だし、そのマナーもいいかどうか、そこでわかるんだって。うん、なるほどだよね。そう。要は靴を見ると、そのお金持ってなくてもこの人はちゃんと、あのね、安い靴でも磨いてると、要はこの人成功するな、そういうのがわかるんだって。うん、そのなんつーの、だからホテルマンとかは自分たちも靴磨きから教わんのよ。必ず靴磨いてから出社しなさいって。一週間に一回でもピカピカになるから、それを今見せてあげるよ。どれくらい変わるのか。本当にね、3万ぐらい値段変わるぐらいね、綺麗になるから。びっくりするよ。本格靴はね、ケアするとだいぶ変わるよ。ちょっと待っててね、見せてあげるから。今まあ油塗った状態なんだけど、これが油塗ってない状態ね。これが油塗ってない状態。本物の革の良さっていうのを見せてあげるよ。これでも安い靴だから、本格靴もっと高いやつ使うともっといい色になるけど、磨かないとダメっていうのがよくわかるよ。お、新しいフォロワーさんいますね。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、ビョルンさん、アルビーさん、フォローありがとう。これは、いや、靴磨いたことないな。ブラッシングって言って油をなじませるのと、まあ最初にブラッシングしなかった理由っていうのは、ホコリを取るためなんだよね。最初は余分な油を飛ばすためと、ゴミを取るためにブラッシングこうやってやるの、空で。なんでやらなかったかっていうと、もう洗ってあるから、綺麗な状態だから。玉ちびさん、コメントありがとう。楽しんでってね。もし面白かったらでいいんで、フォローしてください。これで今塗った油をなじませてるの。もうかっこいいでしょ、わかる？ほら、もう光り方が違うでしょ。ほら、全然違うでしょ。
高級感がバリバリ出てきたでしょ。たった油塗っただけでこんなに変わるんだよ。磨くだけで。全然違うでしょ。ほら。違うでしょ。ね。でしょ？色艶が変わるんですよ。だから、ケアしてるかどうかっていうのは一発でわかんない、足元で。うん、だから、本格靴買ったら、あれでもビニール製の革靴なんてダメだよ。ちゃんとした、オイルがね、染み込む靴を買ったら、色も変わる、もちろん。で、磨き方でも変わるから。ほら、光沢出てきたでしょ、ほら。全然違うでしょ。これだけで、うん。だからケアが必要なんですよ。ほら。全然違うでしょ。急になんか高級靴になったでしょ。本格靴のポテンシャルっていうのはこういうところなのよ。それを見極められるかどうかだよね。うん、色もね、艶も輝きも、あと、馴染み方も違うね。靴のよれ方が違うの。だからちゃんとオイルでメンテナンスしてると、型が崩れないのよ。9年履いてもちゃんと型が残ってんの。でも、かかと踏んでるやつとか、メンテナンスしてないやつっていうのはボロ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 さ、ダメになってくんだよ、革が。俺の安物ライダースジャケットも30年着てる。ライダースジャケットも5年目からですよ。3年目、5年目あたりが一番可愛いですよね。僕まだ1年目なんで、まだ硬いですね。だから、ね、愛情だから。だから履き手によって、革製品は履き手によってね、変わるから。その牛さんは食べられたんだろうね。美味しくいただいて残った皮がこうやって皮になる。人間は無駄なものを出しちゃいけないんだよね。骨も皮も全部使ってあげないと。命をいただいてるわけですから。全然違うでしょ、ほら。全然違うでしょ。これさ、画面上だと10万円の靴だよって言ってもわかんないでしょ。この、ここの部分は剥げてるけど、いや、新品の10万の靴だよって言われてもさ、わかんないと思うよ。うん、ほら。かかと踏むのは俺も嫌いかな。育ちが出るよね。いや、あのね、ちゃんとコーティングしてたらね、雨風はちゃんと弾くんですよ。要は、オイル塗ってるだけだと染み込んじゃって、ダメになるけど、あの磨き上げるとポリッシュって言ってね、あの光沢が出てくる。両方見せていいよ。ほい。これが磨く前で、もうあのメンテナンスするために要はわざと水で洗ったやつね。で乾燥させたやつ。要はこれが素の状態、靴のポテンシャルの状態。でこれが磨き上げた状態。全然違うでしょ。ほら。ほもほも、今やったの、うん。だから、結局、メンテナンスしないとこうなるわけよ。ボロボロの状態になるわけ。綺麗になるでしょ。お化粧だよね。これで歩いてたらかっこいいでしょ。うん。そうそう。だから、革靴は履き手を選ぶって言われてるの、うん。高いもの買えばいいってわけじゃないのよ。雨大丈夫、全然大丈夫だよ。ただ、あの、雨降って、メンテナンスの仕方もあるんで、雨が染み込んだ時の。綺麗でしょ？メロンいらっしゃい。いつもありがとう。楽しんでって。まあでも、靴屋さんに持ってって靴磨きするのでもいいけど、やっぱ自分でやんないと、あの、本当に丁寧にブラッシングはできないよね。細かいところまで。これだけ変わるのは磨くの楽しく。靴大好きだもん、俺。だからさっきトリッカーズとかさ、いろいろ言ってたけど、あの、有名靴なんだよ。もう、本物。もう磨いて磨いて、もう何年も履ける。10年履けるっていう。リアルファーはダメです。あのね、革の素材があるの。あの、スウェード系は何年しか持たないとか。要は、持つ靴を選べるかどうかよ。
だから裏側見て、かかとの作りとか見て、縫い方でこれケアできるやつなのか、それとも一点物なのか、履き潰す用なのかを見て、であとは革の素材とかを聞いて、どの素材で作られてるか、スウェードとかはもうあんまり持たないから。これはシューツリーって言って型を崩さないためよ。だから形が崩れてないでしょ。ここがへこんでくるでしょ、普通靴って。ここが曲がってよれてくんのよ。でも靴っていうのは本来足に収まるように設計されてるから、靴屋さんではこうなってるはずなの。本格靴って絶対これが入ってるはずなの。要は24時間誰かが履いてる状態にしないと本来の形を失うのよ。だからちゃんとこの形になってる人っていうのはこの状態になってるの。9年履いても、そう、形が崩れないの。だけどここベコーってへこんでたりとかさ、かかと潰れてたりするでしょ。要はケアしてないの、そういうこと、勉強になったね。靴の修理屋でおすすめは、僕はだからなんだろう、メーカーに出すのが一番いいと思う。なんでかっていうと、靴のこの型っていう足型があるんですよ。それはメーカーの独自、それぞれの型しか持ってないから、この形を作った型しかメーカーしかわからない、本格靴は。だからメーカーに持ってくのが正しい。ただ靴のかかとって3層になってるんですよ。だからかかと交換は別にその辺の靴屋でやってもいいと思う。2、3000円のかかと交換はその辺でやっていいと思うけど、この革の裏張りの部分、この靴の革の部分の修理っていうのは、それこそさっき言ったなんだっけ、オーバーホールって言うんだけど、それは絶対にそのメーカーに持ってかないとダメ。うん。だからこういうところに、その、なんつうの、まあ、生活保護かもしんないけど、その、だから、ボロは着てても心は錦ってこういうことでしょ。うん。だから貧乏人に見えないんだよ。うん。だから別に大したもんないじゃん。よく生活保護っぽくない部屋って言われるけど、だから片してるだけなんだよ。このソファーも2000円だし。だからね、高いもの買えばいいっていう発想が俺は嫌いなの。高いものっていうのは意識の高い人じゃないと使いこなせないんだよ。ギターもそうでしょ、レクチ。高いギター買おうとするけど、みんな結局弾きこなせないんだよ。メンテナンスできないんだよ。だから使い手を選ぶんだよ。ねえ、道具良くしたらそれはいい音出ますよ。ただ半年も持たないで壊すんだよ。俺だってライブハウスの先輩40万のギターね、使ってたけど、先輩にすげえ学ばせてもらったのが、楽屋でね、知り合いの他のバンドマンがギター倒して傷ついちゃったの。大喧嘩。2時間。ライブその日中止。それくらい機材大事にするから。その人その日号泣してたよ。ずーっと。僕のもらったばかりの靴判定、え？判例会の仕方？革づく定例会の仕方？手入れの仕方か。手入れの仕方知らない。靴はみんな一緒ですね。基本的には、ゴミを取る、その、クリーム。ゴミを浮かせるクリームと保湿を同時にしてくれるの。その後に色を塗るクリーム。で、最後に、ポリッシャーって言うんだけど、このウィキカンっていうやつ見たことあるけど、これはダメ。みんなこれ塗っちゃうんだけど、これ塗ったらダメ。これは光沢を出すだけ。風鈴さん風船ありがとう。こんばんは。風鈴さんたくさんありがとうね。まあ、靴屋さんにね、持ってけば500円か1000円かで磨いてくれるけど、1ヶ月に1回でも磨かない人はダメだよね。ありがとう、風船。風船たくさんありがとう。新しいフォロワーさんいるね。新しいフォロワーさん、たまちびさん、フォローありがとう。だからさ、さっきさ、傷になってる部分あったでしょ？ここ見えるかな？傷になってんの分かる？ここ。こう、皮剥げちゃってるの見える？この辺とか、色がちょっと、毛羽立ってるっていうか、もうダメになってるでしょ？分かる？これダメじゃん。これダッサいじゃん。
でしょ。どこで磨いてくれんの？いや、靴屋さんで磨いてくれますよ。だけど、こういう味に変わるんですよ。わかる？ちょっと黒くなってるところあるのわかる？これが逆に味になってるのわかる？そういう模様みたいな、履きこなした靴だけど、綺麗にこう、縞模様みたいに黒くこうなるでしょ。こことかもそうだよね。模様が入ってるでしょ。これはダメなところなんだけど、磨いていったら綺麗になるんですよ。逆に模様みたいに、使いこなした革みたいになる。うん、でもまあ自分で磨いてあげるのが一番いいよ。愛着湧くし。磨き方も覚えるし。だから野球のグローブとかに近いよ。特にさ、営業マンとか、俺営業マン上がりだったから、うん。やっぱ足元はね、綺麗にしないとお客さん印象変わるかんね。高橋さんいる？高橋さんいる？見てる？高橋さん。高橋さんいるかな？もういなくなっちゃったかな？いる？さっきさ、この靴、正直、それ安物でしょって言ったけど、こっちは全然違うでしょ、印象。どう？高橋さん。もし最初にこれ出してたら、お、いい靴だって言ってたでしょ。高い靴でしょ、和道くんって。そうです。どう？うん。全然違うでしょ。これが、革です。防水スプレーは一番やっちゃダメ。うん、本当に革靴やってる人だったら防水スプレー絶対使わない。まあそんなもんですよ。これがその本格靴の面白いところ。だけどこういうコバって言うんだけど、こういうところはもう職人さんに直してもらうしかない。全然違うでしょ。可愛いでしょ。うん、まあこんな感じですね。はい。ありがとうございます。靴磨き講座でした。皆さんありがとうございます。じゃあ雑談に戻りましょう。新しいジャンルを開拓したな。感化されたんだ。感化されたんだ、うん。お財布とか全部、革製品は同じだよ。俺は全部メンテ。革ジャンもメンテしてるし、例えばこれ1年前に買ったタバコだけ綺麗でしょ。綺麗でしょ。うん。これもちゃんとメンテしてるよ。うん。はい、ハッチありがとう。行きまーす。よいしょ。よいしょ。今日リスナーさん多いね。180人。130人か。安定してるね。3、4、5回ハッチありがとう。よし。マジで生ポか？ああ、マジで生ポだぜ。うん。恐怖のこたつ男さんいらっしゃい。楽しんでってください。ワドです。財布はね、レザーじゃないんだよ。財布もレザーにしようかなと思ってるけど。財布はレザーじゃない。うん。あとね、長財布を俺は、ポケットに入れるやつ大嫌いなの。ペチャーンって曲がるでしょ。長財布ってお札、ピン札を綺麗にしまうためなのよ。だから内ポケットに入れるもんなの、あれって。だから、長財布使ってて、ケツに入れてクタクタになってるやつ見ると、あ、ダメだこいつっていう、思う。防水スプレーかけちゃった。あれはね、革に良くないんですよ、防水スプレーは。うん。あんまり良くないっす。初フワッチ、いらっしゃい。つかささん、つかささん、つかささんいらっしゃい。楽しんでってください。面白かったらフォローボタンお願いします。コメントありがとう。タバコやめないっすね。ひさびりらさんいらっしゃい。多分1000円になっても吸うと思うな。その代わりね、お酒はもうやめた。今日も、懇親会あったんだけど、飲まなかった。うん。あ、上着の中に入れる人はね、しっかりしてる人ですよ。長財布を。うん、サッチこんばんは。長財布持つんだ、小銭入れ持たなあかんな。そうっすね。本来はそう。小銭入れを入れると皮が型が崩れるのよくわかってるから、
大事にお財布10年20年使う人は絶対小銭入れを別に持ってる。正解。うん、財布に、ね、小銭入れる人はね、肩が崩れるの知らないんですよ。あ、いってらっしゃい。玉ちびさんまたね。フォローありがとね。うん。盛り上げてくれてありがとう。カードと札しか入れてへんわ。正解っすね。うん、正解っすね。くたくたに使ってる人は俺はあんま好きじゃない。うん。生保で、生ポでタバコ買うってどうなの？何がどうなのかわかんないんだけど。質問の意味がわかんない。うん。何でもよく知ってるね。うん、別に違法性は何にもないし、生活保護でタバコ買っても全然いいと思うけど、うん、何がいけないのか教えてください、逆に。うん、何でもよく知ってるね。まあ30歳だからね、うん。人よりも長く生きてる分、うん、人よりも知ってることが増えてますよ。何でも知ってるわけじゃないけどね。うん、あ、わかる。15万まであと2万か。そうっすね。いよいよ本格的に政府抜ける時が来ましたね。おう、富子さんどうもどうも。楽しんでってください。富子さんいらっしゃい。あ、ちびたさんこんばんは。いらっしゃい。楽しんでってください。元祖サスケやばい。え、元祖サスケ FC2 の配信者で結構人気ある配信者だよ。どうやばいの、うん、結構人気あって昔から人集めてますよ。え、なんで？生活保護抜けたいよ、もうそろそろ。生活保護を受けてますね。ポンポンさんいらっしゃい。うん。ああ、面白いって意味。結構人気だよ、昔から。ガンサスケはもう長いね。ふわっち来たんだ、サスケも。どうして生活保護？4年ぐらい前、もう3年半ぐらい前か、4年ぐらい前に、ホームレスになっちゃったんですよ。それで、仕事がなくて、どうしようかって、3ヶ月間ぐらいもうずーっと漫画喫茶生活で。いや、今働いてますよ、僕。今働いてます。香川純一について。まあ、それで生活保護を受けましたね。リンゴさんいらっしゃい。香川純一って誰？うん。あれはうるさすぎて10秒我慢できない。サスケ？うるさいんだ。何して働いてる？作業所っすね。A 型作業所って言って、障害者が働くところで働いてますね。まあ、働いたことは、まあ、いろんな職種で働いてますね、僕は。過去に。サスケはアンチが多すぎる。そうなの？サスケ別にアンチ多いイメージないけどな、俺。全然ない。それはさ、仕事を選んでたからでしょ。和道さんなら何でも仕事あるでしょ。いや、そんなことなくて、千葉が住所だったのよ。で、なんで東京に住んでるのとかで、住所とか、いろいろあってね、やっぱ、仕事かなり受けたけど、全然浮かなかったよ。偉いね、頑張ってる。ありがとう。おい、ワドツー、アミいらっしゃい。例えばどんな職業？まあ、自営業が多かったですね。貯金しても全然大丈夫だよ。貯金しても大丈夫だよ。どんな職業？ライブハウスとかで働いてたりとか、あとポータルサイトの運営とかもやってたし、まあバイトとかも結構やってましたね。漫画喫茶とか、あとガソリンスタンドとかと、いろいろ働いてましたね。いろいろやってたね。結構いろんなの経験してると思うよ。雪降ったよ。コプセルいらっしゃい。楽しんでて。
雪降った降った、すごかったよ。うん、もうやんだけどね、止まった。明日はね、10度ぐらいになるんだって。東京で就職できてよかったぜ。点検もない会社。あ、そうなんだ。おいえ、中野ちゃん、パフェありがとうございます。長続きする仕事を見つけようよ。あ、結局ね、俺配信業でやっていくことになりそうですね。このまま行くと。まあまあまあ、配信で食ってきたいなっていうのは前から思ってて、やっと夢が叶うかなと思ってる。うん。今13万だからね。まあ、大金持ちになれるわけじゃないけど、まあ、食っていくことぐらいはできるかなと。漫画喫茶のバイトが一番働きやすかったかな。うん。漫画喫茶の時は一番ね、働きやすかった。なんだろう。そんなにきつくないんだよ。時給はそんな高くないけどね。うん、漫画好きだったし。ひとみさんこんばんは。楽しんでってください。いらっしゃい。アンミバーガープレゼントありがとう。バーガーありがとう。満喫は清掃めんどくさいやない？いや、そんなことないよ。うん、全然全然。ラブホでバイトしてたんだ。ラブホ働いたことないな。清掃、まあ、綺麗にするの好きだし。もちさん、初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。面白かったらフォローしてください。あとですね、YouTube もやってますので、下の URL に YouTube やってます。チャンネル登録、募集してますので、チャンネル登録してください。Twitter もフォロワーさん募集してます。よろしくお願いします。YouTube やってるよ。やってるやってる。YouTube は全然儲かってないけどね。3500円ぐらいかな。はい。あー、満喫居心地いいよね。フラットシート大好きだわ、俺。配信で食っていけるのも才能があってコツだよな。どうだろうね。まあ、ヤクザな商売だと思うよ。仇ではないよね。うん。ステアカいらっしゃい。ワード2。満喫で食事提供するのめんどくさそう。いや、あのね、火を使わないからそんなでもなかった。フライヤーで揚げ物と、あと、冷凍食品をパックでレンジでチンするだけだから、簡単簡単。食事提供あったけど。YouTuber ではないね。メインは配信者で YouTube もやってるって感じ。満喫ビデオボックスは抜いてるやつ絶対いるから、その処理が嫌。あー、それはいるね。たまに出てくる。女の子が、あー、男の人やってくださいって、インカム飛んでくるね。うん。六本木のバグース。バグース行ったことないかな。俺は快活、なんだっけ、快活クラブだっけな。ん？快活クラブっていうところで働いてたけど、めちゃめちゃ綺麗だったね。漫画喫茶でも働きやすいところだったよ。食事提供も結構美味しいのあったね。まあ、漫画の部屋を片す、漫画を本棚に戻す。あとはその、なんだ、ブランケットとかの掃除とか、そんな感じかな。あとはレジね。うん、そう、あとね、可愛い女の子が店員の時にわざと食事を呼び出して、オナに見せるために呼びつけるとか、そういう店員いたね。うん。快活やってた。うん。快活いいよね。そう、バリ風のね、お店のテイストにしてて。綺麗だよ。快活クラブは。自分の部屋が一番の満喫。俺もそう思うかな。なんか満喫っぽいねとか部屋よく言われるかな。うん。満喫は居心地いいんだよな。盗撮されてるんでしょ。盗撮は、盗撮っていうか防犯のために全部カメラ入ってるから、オナニーしてても全部覗かれてるよ。当たり前じゃん。アホだな、こいつらって思うよね。そりゃそうだ。だって上から全部映ってんだから。セックスしてても全部丸分かりだよ、店員に。うん。盗撮じゃなくて防犯で当たり前？店だから。だから店、自分の部屋だと思ってるのが間違いなんだよ。満喫大好き。なんであんなに居心地いいのかな。うん。そうかな。ホームレス予備軍なのかな。わかんないけど。それはさすがに飛躍してねえか。もう別にそこまで思わないけどな。かかと減ってるよ。かかとかなり。いや、そうそう、オーバーホールしようって言って、9年履いてる靴なんですよ、これ。だから、もともとメンテナンスするっていうので、どうしようかなっていうのをリスナーに話したんだけど、そしたら靴磨いたビフォーアフターが見たいっていうから、磨き配信やってただけよ。
マンツカメラもちろんあるよ。うん。ていうか、お店だから当たり前でしょ。コンビニにもカメラあるんだから。うん、こんな感じですね。ビフォーアフター。リーガルですね。リーガルの2万3000円の。まあ、リーガルの下からね、3番目ぐらいの靴ですね。うん、かかとはもう減って、オーバーホールしないとダメかなと思って、新しい靴を買うか、オーバーホールするかで迷ってるんですけど、オーバーホールしてももう持たないから、飾り用だね、これは。うん。ゆうちゃんこんばんは。磨くだけで全然違うでしょ？うん。ビフォーアフターです。はい、新品みたいに見えるよね。ただまあ、この辺とかは新品に見えないけど、この辺オーバーホールして、かかととか入れ替えたら、もう新品にしか見えないだろうね。うん、そうそう。まあ9年間よく持ったよな、本当に。愛着湧くね。もう本当に。これで、ね、九州まで旅配信やったし、起業した時に買った靴だから、会社立ち上げた時に買った初めての本格靴だから。買った時は、いや、こんなに味のある色じゃなかったよ。これとこれの中間ぐらい。うん、20万の靴。20万の靴は、さすがにね、やりすぎてる靴だね。靴はね、5万円超えたらもう、本当にいいの買える。で、今欲しいのは、オールデンの V チップっていうやつね。フォード版。オールデン V チップっていう、定番中の定番なんだけど、本格靴の王様って言われてるやつ。馬のお尻の皮ですね。輝き方が全然違う。でもね、やっぱね、いろんなところがほつれてきたりとか、穴が開いてたりするんですよ。見えないところで。小さい穴が開いてて。そうだね、革靴雨降っても平気だね。ちゃんと磨いてれば。ここ小さい穴が開いちゃってるんですよ。ほら。穴開いてるでしょ。いやー、もう、ちょっと限界来てるね。この穴を防ぐことができたら、裏から皮を張ってとか。そしたらまだいけるかもしんないけど。その、底の張り替えって1回か2回しかできないんですよ。マーチン買ったけど硬すぎて。あ、マーチンはね、実はおもちゃですよ。俺もマーチン3足持ってたけど、ね、おしゃれだと思ってたけど、若い頃は。全然。マーチンはおもちゃ。あれは。革靴じゃない。ファッション。ファッション性が高いだけで。靴としてはダメ。うん。いや、1回もオーバーホールしてないんで、あと1回か2回できますね、オーバーホールは。うん、まだ1回もしてない、9年間。かかとを変えたのは3回ぐらいやったかな。かかととこの赤いやつは貼ってある。そこを貼り替えてる。どこの満喫も上からカメラ撮られてるんですか。まあ基本的にはそうだろうね。撮ってないところもあるかもしんないけど。うん、まあマーチンかっこいいよな。うん、馬のお尻はコード版で言って、縦に、繊維ってさ、革の繊維って横に走ってるの。網目に。なんかコード版って縦に走ってるのね。お尻の革だから。だからツヤツヤなの。そんなに水が染み込みやすいっていう弱点があるんだけど、もうね、オイル塗らなくてもテッカテカになるの。もうずーっと輝き続けるの。これはゴム。安い靴だから。本格靴は全部革だけどね。で、革であって、さらにここをシェイプって言って削ってある、そのカラス仕上げとかいろいろあるんだけど、これはね、ゴム。安いやつはだいたいここがゴム。で、中のシャンクっていうのがあるんだけど、それも鉄でできてる。だそういうとこ、見えないところが、側は本格靴なんだけど、見えないところが、まあ、なんつうの、既製品っぽいっていう感じかな。うん。高い靴は全部革ですよ、そこも。うん、靴底が革だと雨が染みてくる。まあね、10万以上の靴履くっていう人はさ、絨毯の上歩くような人たちだから。ね、車と絨毯の上を歩く生活だけみたいな人たちだから。そう。雨に濡れるっていう設計じゃないからね。ドレスコードって言うでしょ。でもイギリス人はさ、まず、大学卒業したら何買えって言われる、いい革靴買うんだって。一生もうだから、うん。まず一番高くていい靴に金かけるんだって。まあ実用的にはね、ゴムの方がいいよね。確かに。
雪で滑ると思った。うん。でもね、滑るんだけど、ゴム製の靴は。でも慣れるね。そう、なんつうの、ツルツルの靴でも慣れる。滑らない歩き方をするようになるね。かかとやべえな、ほんと。雪国なんだ。きついっすね。うん、きついね。よいしょ。おすすめの革靴ありますか？まあ俺が欲しいって言ってる革靴見てみる。ちょっと待ってね。予算いくらかによるけど、予算いくらかによって全然違う。俺がね、おすすめの靴は、俺が欲しいと思ってる靴ね。新品の状態だとこうなんですよ。新品の状態がこれで、オイル塗ってなくてこれ、要は磨いてなくてこの状態なのね。やばいでしょ。これが俺が一番欲しい靴で、で、そうだな、何年も履いても輝きが増すっていう感じなんだけど、履きこなせるんだけど、これ全部オールね。こういう風な形でシワも全部かっこよくなるんだよね。これが俺が欲しい靴だね。これは着火ブーツっていう靴のスタイルだから、欲しい型とは違うんだけど、これがコードバンの魅力だね。もうオイル塗らなくてもこの輝き。うん。俺が欲しいのは V チップって言って、ここが V の字になってて、ここに縫い目が入ってるっていう珍しいタイプなんだよ。これノンタン、あれだよ。この前靴屋で見たやつだよ。俺が欲しいなって。もうこれは子供の頃からの憧れで、これはもう俺が履くにふさわしいと思ってるね。俺はこの靴を履くために生まれてきたと思ってるから。これは10万、だいたい。これで10万。3万円ぐらいか。3万円だったらまあ、日本人の足だったら、別に、俺と同じリーガルでいいと思うよ。うん。日本不便なね、着火ブーツはね。うん。もう本格高級靴。だからもう本当に、なんつうの、セレブが履く靴なんだけど、俺はこれを、これにジーパンでちょっと遊びたいよね。うん。もう何年経ってもこの輝きだから。やばいでしょ？これ男だったら欲しくなるよね。うん。男だったらこの輝きは欲しくなるよね。どうだろうね。これはぶっちゃけた話、成功してから買いたいかな。で、俺は赤いコードバンだから、このタイプだね。この色が欲しいんだけど。そうですよね。使えば使うほどいい味が出てきますよね。まあ、3万円だったらリーガルとかでいいと思うよ。日本人のために設計された本格靴だから。3万円でいい靴履こうっていうのがちょっと難しいね。だから俺が今履いてる靴、さっき磨いた靴っていうのは2万3000円で売ってるから。で、さっきリスナーさんが、お、知ってるねって言ったメーカーっていうのはトリッカーズっていう。そこも本格靴。そこイギリスだったかな？ちょっと待ってね、そこはブーツが有名な。そこも10万ぐらいするけど、本格、ブーツで有名で、本格靴も出してる。これ。だからこれをもう何年も履いてるって言ってたけど、これももう10年履ける本格靴だね。うん。これ7万から12万ぐらいの幅だろうな。まあ、物によるんだけど、こういう本格靴もいろいろ出してて。ここ名門だね、革靴業界の中では。特にブーツが強いところ、こういう。うん、まあ、いろいろありますよ。ここはもうブーツ買うんならここみたいな。俺が持ってる靴はリーガルだから、日本で唯一本格革靴を始めた会社の老舗だね。で、その、10万円とかの靴とかあんまなくて、高くても5、6万の靴なんだよ。だから、本格靴の初心者が入りで買う靴って言われてる。日本、作りも悪くないよ。うん。まあ、見てもらった通り、9年持つし。うん。23,800円だと思う、これが。23,800円。リーガルで検索するといいと思う。リーガル。ただ、リーガルは、本当に18,000円とか16,000円で安い、
やつもあるんだけど、それは買わない方がいい。あの、リーガルショップに行って、本格靴のおすすめありますかみたいな。長く履ける靴とか、こういう靴が欲しいっていうのをちゃんと言った方がいい。その中で大体2万8000円ぐらいから、2万3800円から5万円ぐらいの幅があるから、ラインナップ。その辺のは安心して履けると思う。で、注意してもらいたいのは、あの、こういう革の素材を買った方がいい。靴屋さんでさ、こういう素材だとダサいって思うじゃん。テカテカしたコーティングされてる靴買っちゃうじゃん。あれダメ。あれは3年持たないの。あれはなんでかっていうと、革があるでしょ。革に、あの、ガラスコーティングって言ってガラスを貼ってんの、ガラスの膜を。だから、ツヤツヤなの、磨かなくても。よく学生の履いてる、そう、学生が履いてるさ、リーガルってツヤツヤでしょ。でもあれすぐダメになるのは、ガラスコーティングされてて、で、こう曲がっていくたびにガラスが革に刺さるのよ。だから、この折り目のところで割れてくるの。あれガラスが刺さってんの、こう。革の内側に。だからコーティングされてないのを買うべき。ヘッドウィング笑わせんなよ。うん、はい、豚さんはどつ、いらっしゃい。楽しんでってください。すごい勉強になります。そう。だから、あの、あ、これ和道が買ってた、こういうね、光沢ある靴だと思って騙されて買ったらダメよ。うん。あの、光沢を擬似的に作ってるやつだから。そこは雨に強いっていう特性があるんだけど。そう。すぐ壊れちゃう。革自体がダメになっちゃうように作ってるから。あと、リーガルの何がいいかっていうと、値段は安いし、あの、まあ、そこそこ本格靴なのもいいんだけど、何がいいかっていうと、足の形が日本人用に設計されてんのね。あの、外人と違くて、日本人って、ちょっと平らで、ここの幅が広いって言われてんの。だから、外国の靴履くときついのよ、ここの幅が。ジョン・ロブ来た！テッドさん！ジョン・ロブですよ。いいね、いいとこ来るね。ジョン・ロブはもう名門。これ持っときゃ一生もん。いいね、知ってるね。ジョン・ロブはいいですよ。これも、あの、いいですよ。欲しい靴ですよ。ジョン・ロブ名門。ただ、シルエットがもう超シェイプされてるから、あの、結婚式とかに買う人が多いね。もうシェイプ、もうすっごい削ってんの。だから、もうスーツに、細いピタッとしたスーツに合うのよ。だから俺は正直似合わない。俺はカジュアルと両方履くから。ジョン・ロブはいいですよ。俺ね、腕時計だったらパネライかな、俺は。好きなのは。ベルルッティはね、ベルルッティ来たよ。ベルルッティ来たよ。ベルルッティ語っちゃうよ。ベルルッティは巨匠ですよ。四代目がね、女のオーナーなんですよ。ベルルッティは靴業界に革命をもたらせたって言われてんだけど、ベルルッティ最高よ。俺ベルルッティでよく買い物してたよ。ベルルッティはね、小物も可愛い。財布がいい。ベルルッティの財布はプレゼントに最高よ。ベルルッティはね、もう遊び心満点。これは本物のオシャレですよ。あ、ベルなんだ。いいね。俺、ベルルッティの財布の、中財布のあの、これ？このタイプの欲しいと思ってますね。青で。10万。ベルルッティいいっすよね。ベルルッティは靴はいいんだけど、もうね、ここまで行くと外しまくりだから、あの、着る人選ぶね。ベルルッティはもう靴の中で最先端っていうかもうすごい走ってるね。日本でももう店舗数増えてきたの。うん。ベルルッティいいね。そう、カリグラフィーとかこういう縫い目とかで遊びがかっこいいんですよ。こう、あえて縫ってたりね。ただね、俺は似合わないから、ベルは小物、ベルルッティは小物しか買わない。これ有名だね。ベルルッティのモデルの中でも。うん。最近のサラリーマンの靴とんがってますね。あれはね、イタリア靴の、あの、モデルだね。足の型的に言うと。遊び。色も変えてくれますよね。うん。そう。ベルルッティはいいなぁ。ブルさんさすがだわ。ベルルッティは、いいっすよ。一生もんっすよ。うん。あの、青山で買いましたね、僕。あの、どこだっけ？青山の本店かな？あれ。で、新宿にも今できてますよ。支店がどんどんできてて。ベルルッティ何がいいかっていうとね、店に入るじゃん。そしたらね、まずね、店員さんがシャンパン持ってくるから。そう。
高いっすね。ベルルティは20万クラスだね。バッグとかも50万超えとか。もうシャンパン持って、シャンパン持ちながらこうやって店員さんと。店員さんと靴屋でシャンパン飲みながら、ああ、これ新作いいっすね、みたいな。いいでしょう、みたいな。本当にセレブだよ。青山の店、びっくりしたもん。あの、靴の雑誌でさ、調べてて、ねえ、そう、憧れの店だから、ちょっと覗いていいって言って、もう、絶対買えないの分かってたんだけど、入ったら、お兄さんどちらから来られてたんですか？どうぞっつってシャンパン出されたからね、マジかよと思って。で、シャンパン飲みながらうんちく聞けんの。そうそう、靴磨くのにもシャンパン少し垂らすのよ。おしゃれでしょ？店員さんがシャンパン垂らして磨く、シャンパンで磨くんだよ。貴族の遊びだよね。もういいよ。あ、カルティアもそうだったね。カルティアは、シャンパン出して。だからハイブランドの店とか、やっぱ気持ちよく買い物できるよ。面白い。そういうね、一流のところでね、買い物してみると面白いよ。人生観変わる。いや、乗客っていうか、まあ、それくらい見抜きますよ、やっぱ。身につけてるもの、たたずまいで。わかるわかる。伝わる。だからその時のこと話したら覚えててくれなかったんだけど、その時の話したら、あ、買いに来てくれたんですねって。その時の店員さんの一言が、お客様成功しましたねって言われた。お客様ついにベルルッティまで来ましたねみたいな。面白いでしょ。この店客選ぶよみたいな。ようこそベルルッティへみたいな。5回履いたら絶対持ってきてくださいって怒られるからね。いや、そうそう、本当に。履いたら磨きに来いって怒られんの。もうだからフェラーリみたいなもんよ。パーツの交換とか維持費みたいなもんなの、本当に。いや、ベルルッティは憧れですね。だから、俺のもうコスチュームは決まってて、オールデン V チップコードマンの赤。オールデン V チップコードマンの革靴に、T シャツは無地の T シャツ、ズボンも T シャツでいいの。だけど、その、もう時計とか全部決めてる。自分が身につけるもの。だから、かっこいいのはさ、セダンの車を白 T シャツ、青ジーパンでこうやって運転する。普通さ、セダンの高級車、5、6000万のさ、ロールスロイスとかをさ、後ろに乗るたびに設計されてんのよ。後ろにご主人が乗って運転手がいるのが普通の。だけどそれをジーパンとかでアメリカンセレブとかこうやって、ブラッドピットとかこうやってやっちゃうわけよ。やっぱそれがかっこいいよね。超高級車のセダンをこうやって、ブワーッつって。俺はゴースト欲しいんだけどね。ゴーストは乗りたいかな。レクサスとかもさ、そう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 。遊ぶっていうね。全力で遊ぶ。新しいフォロワーさん、あゆんさん、あゆんさん、フォローありがとう。フォローありがとう。いいね。新しい仲間がどんどん増えてくね。嬉しいです。フォローありがとう。面白かった人はフォローしてってください。やっぱね、そう、金に困らなくなって、本当の金持ちは、優雅に遊ぶよね。気持ちのいい金の使い方するよ。レザーの世界すごいな。いや、なんかね、靴はね、いいよ。やっぱ、靴は男の遊びですよ。ほんと、足元はね、やっぱ一番輝かせたよね。いいんだよ。服とかなんか別にジーパンとかでいいんだよ。アルマーニとか着なくていいのよ。ちなみに言っとくよ。アルマーニはジョルジョアルマーニだから。それ以外認めねえから、俺。エンポリオアルマーニとか認めねえよ。ジョルジョアルマーニだから。ね。絶対これブルさんは、そうだよ、ワドーって言ってくれる。アルマーニはジョルジョしか認めないから。でしょでしょ？ほら言った。そう。俺はだからエンポリオアルマーニ着てる同世代嫌いだったの。バカじゃないのと思って。着れなかったから。別にエンポリオアルマーニは着れるんだよ。着るんだったらジョルジョだから。着るんだったらジョルジョアルマーニ。知らないでしょ？もうジョルジョアルマーニが何だか分かってないやつは今カタ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 検索しな。もう、オーダースーツ50万から。オーダースーツ50万から。作りが違うから。生地も素材も違うから。所詮ね、アルマーニのセカンドラインだから。エクスチェンジ。意味不明。わかるわかる。親から靴とカバン、いいもの持たれてそれなりに見えるって言われた。そうそう、靴とカバンよ。女性は特にカバンだよね。女性はバッグ。で、品のないのダメ。品のないのダメ。バブルの香り。エンポリオ、無駄。とか言って。
そう、うん。やっぱジョルジョっすよね。だから、下手にエンポリアルマーニとかね、その辺ね、着るんだったら、しっかり成功してジョルジョアルマーニ着たいのよ。だから、みんなね、俺が金嫌いだと思われてるでしょ。違うの。意識が高いの。中途半端なブランド身につけるぐらいだったら、ぶっ飛んだもの欲しいのよ。ね、ロールスロイスゴーストを、俺は乗りたいの。それ以外の車に興味ない。うん。ああ。エンポリは高校生かなと思いますよね。いるじゃん、でも、なんか、アルマーニ来て生きがってる、キャバクラで生きがってるおっさんとかいるじゃん、痛いやつ。ああいうの見ると恥ずかしくねえのかなと思うんだよ。うん。えい、ともこさん、フォローありがとう。うん、ねえ。やるんなら派手にやれって感じだ。中途半端にやるんだったらもうユニクロの T シャツ着てる方がまだマシだよ。うん、俺はそう思うな。片落ちの BMW。だったら貧乏の方がかっこいいと思う。うん、だったらスウェットで小金持ってるおっさんの方が俺は好き。だから俺はライターはカルティエが好きなの。カルティエのライターいいよ、うん、ガスライターなんだけど、あのね、みんなねデュポン持ちたがるんですよ、バカだから。俺もデュポン3個4個持ってた。だけどデュポンじゃないの。デュポンは品がないの。キーンキーンってなっちゃうのよ。違う、カルティエの音いいですよ。ライターカルティエおすすめ。これマジだから。ブルさん、タバコ吸うんだったらライターカルティエにしてくださいよ。かっこいいっすよ。うん、カルティエのライター、もう2個も使ってたけどよかった。うん、カルティエおすすめ。なんか急に成金みたいになってきた。生活保護が語るハイブランド講座。うん、今より生活良かったんだね。昔社長だったからね。稼いでたからね。うん、昔はね。カズさんどうもいらっしゃい。まあ、成り上がりますよ、配信で。ヤクザさんに見えてきた。今、オシャレだと俺が思うのは、デュポンから出たガスライターがオシャレ。値段も1万前後。へぇー。うん、まあでもね、本当の勝ち組にならないとダメよ。やっぱ、そういう生活水準を上げないとダメなんだよ。無理してきてもダメ。人間は。本当の金持ちにならないと。それはね、若い頃思った。あ、俺無理してるなっていう。新しいフォロワーさん、スノーさんフォローありがとう。うん、ダメよ。要は、背伸びしてもね、結局ダメなんだよ。言葉とか知識とかに出ちゃうの。まあ、個人事業主ですね、うん。そうだよ。旅に出る前にハンコとか作んねえと。領収書関係とか、税金関係の。領収書の、ハンコ、うん、作って出ないと。後で税金対策できない。でもね、YouTuber が出てから、税務署ね、やりやすくなりましたよ。なんか配信業って何ですか？ネットタレントって俺は登録してんだけど、YouTuber みたいなもんですって言うと、あーって言う。インターネットで生放送で YouTuber みたいなことやってるんですって言ったら、へー、すごいですねーって、最近増えてるんですよって言ってたよ。まあでもね、旅から帰ってきたら会社を起こそうかなとは思ってるけどね。稼ごうっていうわけじゃなくて、ちょっと社会貢献したいなと思ってて。会社を起こそうと思う。ニコ生版になってよかったとは正直思ってない。今でも怒ってるけれども、でも、詰めてはないのね。ノンタを責める気はなくて、なんだろう。本当にピンチはチャンスだなと思った。うん。ピンチはチャンスと思った。スーツは経費上、計上できるようになったからね。あ、そうなんすか。へぇー。あ、それでも言ってた。衣装代で、YouTuber も衣装代落ちるから、YouTuber って結構無敵だよって。なんか食い物とかも YouTube で動画に載ったら、食ってるものも全部経費計上できるって言われた。うん。でもまあね、ノンタンが作った流れだから、ほんと揚げまんだと思うね。ノンタンと付き合ってからうなぎ登りだもんね。
揚げまんですよ。本当に本当に揚げまん。びっくりするよ。はい、エミちゃんこんばんは。いつもありがとう。楽しんでって。暇だな。何やる？暇だな。雑談今2時間15分やってんのかな。だいたいこれくらいで飽きてくるな俺は。ちゃんまん見てるとすごいもんね。6時間とか8時間とかぶっぱなしじゃん。できないな。なかなかできないな。だいたい2時間ぐらいでお腹いっぱいになってくる俺は。最近の兆候で1時間ぐらい休んで、あもう2時間行こうかなみたいな。2時間がちょうどいいね。くまちゃん。あー、くまちゃんね。かわいいよね、くまちゃんね。あー、チャンネル登録も増えてるな。すごいな。旅に出たらでも変わるだろうな。ほんと生活がガラッと変わるし、ぶっちゃけた話、俺は旅配信で人は増えると思ってる。もうアクティブ500に行くのは旅配信だと思う。まったりだね。まあまったりでいいじゃん。俺は、夢が怖いけど、今、自分の生活が変わるのが怖いけど、転換期だな、今が、本当に。熊くんがいなくなってしまった、え？マジで？行ってらっしゃい。熊くんどっか行っちゃったの？部屋の中でどっか行っちゃったの？フェレットって結構隠れるって言うもんね。友達もフェレット飼ってたけど、結構部屋の中隠れるんだって。旅の予算も経費で落ちてるよね。行く前に法人設立。いや、個人事業で登録してるんで。さすがにね、30万、いや、50万だな。月50万超えたら法人は作りますね。配信用の。高光ワークスを作りますね。高光ワークスを。でも、それまではいいかな。50万さすがに超えないと、あんまり法人作るメリットがないっていうか。損益分岐点が大体それくらいだから。まだ法人登記はいいか。そうそう、フェレットはね、結構よく隠れちゃうんだよね。脱走するんですよ。なんか、あれだよ。そう、旅配信行く前にゲーム配信やりたくてさ、俺。ゼルダの伝説をやりたいんだよね、ファミコンの。ゲーム配信一本やりきりたいんだよ。ゼルダの伝説ね、あれすげえ面白いけど、なんか1時間ぐらいで飽きちゃうんだよね。スーファミのゼルダ。結局何を目的に旅してんのかよくわかんなくなっちゃうんだけど、あれクリアしてみたいな一回。あとさ、俺がさ、おすすめしてたバルキリープロファイルっていうゲーム、スマホゲームで出るよ。アプリで。前話してたじゃん。あの、プレステで一番俺がハマったゲーム、バルキリープロファイル。超面白い。米数やばくて米読めないくらいになったらちょっと寂しいな。応援はしてるよ。まあ、全然、コメントさばくよ。さばく。長いんだ。ピクルスさんはじめまして、楽しんでってください。ワドウです。コメントありがとう。面白かったらでいいんでフォローしてください。よろしく、お願いします。面白かったらフォローしてください。いや、でも、ふわっち来たのはほんと転換期だったな。ふわっちいいわ。ただあれだね。100からの壁に当たってるね、今ね。もう2、3面白いことやんないと。まあ、旅配信始まったら結構盛り上がるとは思うんだけど。ね、安定して雑談を聞いてくれる層っていうのが100、
100名超えるぐらいだから、もう一歩踏ん張りたいところだね、今年ね。月末。新しいフォロワーさん、あーちゃん、ありがとうございます。フォローありがとう。踏ん張りどころだな。こんばんは、初見さん。ああ、初見なのにフォローしてくれてありがとうね。和道です。コメントありがとう。楽しんでってください。嬉しいわ。そうですね。リスナーさんで約束してて、ふわっちで月15万稼げるようになってきたら、日本中旅しますよっていう約束をしてて。今ね、13万円なんで今月が。あと6日で2万円稼げたら、日本中まずは旅しようと思ってますね。はい、旅配信です。全都道府県制覇して、日本国旗持って、そこにリスナーさんにサインして行ってもらって、で、雇ってしてくれた人に。で、それで沖縄でゴールにしようかなと思ってます。あと2万だね。基地外系、まあ、盛り上がったら盛り上がったで、基地外系やってたつもりないけどな、俺は。まあ、笑い取るときには取りに行くし、コラボするときは盛り上げるしって感じで。基地外系配信者ってイメージなの。これ基地外配信別にやったことないと思うけど。イメージがついてるだけで見たことないでしょゼマティス見たことある?俺が基地外やってるところ。リアド全然いいよ。うん。サイン書いて。よろしく。ちーちゃんさんいらっしゃい。楽しんでってください。あと9分で終わりにしようかな、今日は。今日終わりにしよう。すごいね。でも、2時間半で1800人も来たんだ。やば。やばいね。B さんこんばんは。楽しんでってください。福岡だからそうだね。かなり後の後半戦だね。福岡は。うん。先に北の方行くから。ある、そのイメージが強いでしょ?でもイメージでさ、そんな配信内容なくない?キチガイとか何やった?全然やってないよ、俺。イメージがついてるだけだよ。うん。楽しむ時間ないやんけ。そうっすね。もう2時間半喋ってんで。俺、坊主結構やってたよ。いや、ティット、3とかいらないよ。和道でいいよ。まさみどんさんいらっしゃい。応援してます。宮城に来たら会いに行きます。ありがとうございます。ぜひぜひ。よろしく。まあ、のんたん、いいじゃん。別に、パコるわけじゃないんだから。リアトツ、配信回してるときにさ、こう、サイン書くだけだから。大事なリスナーさんなんだから。まあ、そう言わないで。新しいフォロワーさん紹介します。786番目のフォロワーさん、ピクルスさん、フォローありがとう。こっち来るときは国旗サイン書く場所あるかな?あるんでしょう。大丈夫だよ。叫びながら派出所駆け込んだ?何それ?何それ?うん。うん。面白いなおー、エリスさん、ありがとう。くすみがきやっと終わったのに。おー、おかえり、エリスさん。一回、ありがとうございます。二回。三回。飯はね、今日懇親会でね、中華食べ放題だった。四回。五回。あ、こたつの中にいた?よかった、よかった。くまくん。どうしようかな。続ける?なんか外配信でも行く?散歩配信でも。配信は?繋いでましたよ。うん、ただいま、すいません。コンビニ行ってタバコ買ってた。あ、そうだったんだ、ちびた。ありがとう。配信つなぎながら見てたんだ。嬉しいね。まあ、一回5分で配信切ってなんか、散歩配信でもする？何配信が見たい？何配信が見たいのかな、みんなは。今日でも外配信つっても外寒いかんな。うん。やるんだったら雑談だろうな。
寝配信とか。寝配信はどうの、どこに需要があるんだっていうね。なんか、まあ今日はこんな感じかな。今日は寒いよ。4度とかだもん、東京。雪降ったんだぜ。メンターいますよ。もちろん。メンター、スティーブ・ジョブズとかメンターですよ、僕の。町山さんとか岡田斗司夫とか。おまわりと鬼ごっこ？やんないっす、やんないっす。ほっぺと水かけのやりとりはやらせなのガチなの。ガチだよ、全然。うん。うん。メンターね、いるよ。やっぱね、まあ、それこそうなちゃんマンだって配信におけるメンターだからね、俺にとっては。配信学ばせてもらってるよ。ちゃんめんから。いつ見ても面白いからね。あー、すごいな。ツイッターのフォロワーも増えてて、ツイッターのフォロワー500人いくね、このまま行くと。パコらないってのんたん。パコらないよ。うん、ダメだよ、のんたん。新しいフォロワーさん紹介します。789番目のフォロワーさん、チックさん、フォローありがとう。怒らないよ、のんたん。浮気はしないから。ご近所ピンポンだし、いや、キチガイ系やんないですよ、僕。うん、ニコ生じゃないんで。そもそも僕、キチガイ配信嫌いなんですよ。人に迷惑かける配信あんま好きじゃなくて。いやー、ゲーム配信やりたいな。ていうか、ゲームがやりたい。ゲームを久しくやってないから、もうなんか、二日間ぐらいかけてゲーム一本やりきりたいね。ゼルダの伝説やりたい。まあね、心配になるよね。まあね、彼女が嫉妬したり、ね、心配しする分愛されてんだなって思うけど。飯はな、お腹いっぱいだもん。和道さんとか就労支援者働いてるんじゃ、テリトリーの壁とかで寂しくないですか？テリトリーの壁？どういうことだろう？テリトリーの壁。まあ女心だよね。うん。ゲートみたい。なんだろう。じゃあ、そろそろ終わりにしますか、今日も。本日フォローしてくれた、新しいリスナーさんを紹介してお別れしたいと思います。チックさんフォローありがとう。まさみどんさんフォローありがとう。テッドさんありがとう。ピクルスさんありがとう。あーちゃんありがとう。スモーさんありがとう。ともこさんありがとう。あゆんさんありがとう。たまちびさんありがとう。アルビーさんありがとう。ぴょるんさんありがとう。うりぼうさんありがとう。まのちゃんありがとう。ゆなさんありがとう。あきら XD さんありがとう。お疲れっす。うん。今後ともよろしくお願いします。言葉がうまく言えないで。特にね、テリトリーとか壁とかないですよ。うん。特にないですね。うん。特に考えてないです。そういうのは。うん。散歩終わって戻ってきたのに、終わっちゃう？そこはりょうみたいなら、え？そこはりょうみたいなら、人恋しくない。ここ、あれだよ、普通に借りてるアパートだよ。うん。ここアパート。全然寂しくない。まあ、のんたんいないと寂しいけどね、最近ね。うん。皆さんお疲れ様。うん。ありがとうございます。ハッチお疲れ。テッドお疲れ。チビタお疲れ。みんなありがとう。イブいつもありがとうね。いつもっていうか最近のリスナーさんだけど。イブありがとう。お疲れ。うい、心理ありがとう、お疲れ。エリさん、いつもありがとう、お疲れ。ゴルゴさん、お疲れ。ピクルスさん、今日フォローありがとう。うん、みんなお疲れ様です。クロさん、お疲れ。アンミさん、お疲れ。タマチビさん、また来てね。バイバーイ。お疲れ。セアカ、お疲れ。うん、グループホームじゃないよ。一軒家です。普通に借りてますよ。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。